はい、こんにちは。矢島の債権法体育チェック、体系チェック講義ってことでね、今日やっていきますので、よろしくお願いします。で、くせに講師の矢島です。で、レジュメあの一冊配ってますので、まあ、レジュメをね、ちょっとご準備いただければと思いますね。で、あの、早速、あの、一ページの、一ページ目のところなんですけれども。まあ、今回ね、債権法、まあ、二時間の講義の中で、債権法の、まあ、ちょっとね、こう、全体的に見たときに、まあ、大事なところを、こうね。えお話ししておこうと思うので、まあ、なんか、全体的に、こう、債権全体勉強するって、二時間だと難しいので。まあ、特に、こう、大事なところをね、あの、お話ししていこうと思ってますね。あと、今日、あの。 使うテキストはあの今期のねあの矢島さあの促進補講座のテキストのちょっと原稿ででまたこれ完成してないんで今日の時点でのベストのものを、えー、持ってきました実際の講義がね始まってからまたどんどん調整毎年のことなんですけどあのやってるんですけど今日の時点でのベストのものをねこちらあの用意してますのでまあよろしくお願いします、えー、で、えー、このねテキストあのこちら下のところ一ページの一番下のところなんですけどまあ優先順位あのこうね勉強する上でまあ大事なところを一応こうランク付けしてましてでまあ丸七型三角みたいな感じになっててで丸のところすごい大事なんです。 で特にあの黒丸のところというのは、まあ、答案に規案として書いたりあるいはその法的効果としてまあ書いたりするということでそこがきちんとこう書けるようにこうしておかないと、ねあのまあ、あの論文試験の時に、ねまあ、何も書けないというあの事態になりかねないようなところですので、まあ、そういうところはこう繰り返しまあ見たりとかあとは見てるだけでな,んか、ね、なかなか実際書けるかどうかってあの話別なんで、まあ、書けるかどうかをこういらない紙に何でもいいので、まあ、ちょっとこう書いてみたりとかしてで書けなかったらちょっともうちょっとあれ、ね、あ勉強頑張らなきゃいけないなみたいな感じで自覚ができると思う,思うので、ねまあ、そういう感じで。 ですよねさて、えー、では、えー、2ページのところに行きましょうじゃまずね、テーマ1債権の性質というところから行きましょうまずね、基本的なところですけど、括弧1の、ねえー、ところですけど、まあ、債権って何なのかというと、まあ、特定人、まあ、これ債権者ですね、まあ、特定人が特定人に対してということで、まあ、債権者が債務者に対してとていう、まあ、意味なんですけど、まあ、一定の給付を、ね、請求することを内容とする、まあ、権利ですよということですねで、えー、この2個目のブロックにちょっと飛びまして、まあ、債権と物件のまあ違いということなんですけど、まあ で最近の、ね、試験、結構あの基本的なところがちゃんと深い理解できていることを前提に、まあ、その応用を、ね、試すような、えー、問題結構出るんでね、ね論文試験はね司法試,試験でも予備試験でもねだから、こういうなんか当たり前のところをちゃんときちんと理解できているかどうかっていうのをねあの特に試験前、確認しておいた方がいいと思いますよ。意外とこう油断していると全然応用が効かなくて本番の試験で撃沈するっていうあのことがありますからねなんか一見、論文試験でねあの細かそうなことを聞いているような感じがしてもそうじゃないやっっぱ担当試試験験と論文試験って役割が違うのではず。論文試 試験で基本的にそう,う細かいことは聞かないんですよ。でもなんか一見細かそうなことをこう聞いてるように見えるっていうのは、それ絶対背後にかなりのこう基本が入ってるはずなんですよね。だからそういうところでこう初見の問題でね、まあ一見難しそうに見えるような問題をまあ題に沿ったね答え書くには本当にその気温のところの理解がすごい大事になってきますね。ちょうどまあ令和四年の司法試験の論文試験がね、まあ今期今月あったんですけど、やっぱその結構ひね問題がかなりひねられてた感じがするんですよ。多分こう受験生がまあ事前にこうなんか本読んでこう準備 そのままストレートでね、直接的にこう準備してないような感じのところからも出てる感じがするんだけど。だけど、その背後にね、基本があの含まれてるんで、えー、なんとかね、なるはずなんですよ。ちゃんとその普段の勉強で基本的なところをしっかりと、まあ、理解してれば、まあ、必ずなんとかなるような、まあ、問題だったというふうには思いますね。なんで、まあ、予備試験も最近そういう傾向がありますのでね。あの、論文試験ってやっぱり、こう、担当試験の役割が違うのでね。えー、担当は正直若干ちょっと細かいところ聞いてきますけどね。論文試験に関しては、もう本当に基本の深さと、その応用力。応用力だ でで、ねえー、ちゃんと基本もしっっかりやってくださいでこれでね基本になるんですけど2ページのこの2個目のブロックのところでまあ債権と物件の違いって話でね、まあ、物件っていうのは一定の物を直接、まあ、支配する権利ってことで、まあ、皆さん、なんか土地を所有していたとしたら、まあ、その土地を直接ね別に人の行為を介さずその直接、その土地をね、えー、支配することができるまあ、自由に使うことができるんだって話になってきますよね。えー、で ここの後の後ところですがで一方、ね、その債権はその他人に対して一定のまあ給付、ね、一定の行為をまあ作為不作為問わず、ねまあ、一定の行為をまあ請求するまあ権利だということになるので、まあ、その相手次第ですよねその自分の権利が現実に実現されるかどうかっていうのはまあその相手方次第になってくるでも物件はまあそうではないんですよというところでこう債権とまあ物件で大きなまあ違いがまあ出てきてで具体的にその違いからどういう帰結がまあ出てくるのかという話なんですけど、まあ一例としては、この ① のところで、まあ、物件には排他性があるけど債権には排他性がないという。 のが一つ奇節が出てきますね。で、このメモのとこですが、まずあの物件にはね、その配達 があるとということで一、まあ、つの物につき同一内容の物件は一つしかね成立しないということで、まあ、この有名な一物一権主義というのがありますよね。に対してあの債権で別にあの同一内容の権利をさ、こう複数ね、あのこう発生させることっていうのは可能なんですよね。例えばなんか皆さんが土地持ってたとしますよ。ある土地、建物を持ってたとしてで、それを同じものをさ、あのいろんな人にあの売ることは可能なんですよ。おそういう点で、ね、債権というのはまあ同一内容のものがその複数まあ成立しうるんですけど、物件には、ね、あのそういうものがあのないって話になってきますね。で債権の場合実際 そんなね、あの同一内容のものを複数じゃ発生させてしまったら、まあ現実に実現できるものはまあ一つなんですけど、じゃそれどういうその後ね、あのその処理がされるかってことでね、現実に実現できるの一個しかないから、まあ逆に言えばあの他の、えー、ね、あの債権他の人に対するまあその債権で実現できないんですけど、そこはまあ債務不履行の問題としてまあ処理をすればいいって話ですよね。で、ちなみに、はい、皆さんに問題です。あの債務不履行の効果ってどうどういうものがありますか。債務不履行責任って具体的にあのどうどういったものがありますか。まあいくつかあるんだけど、典型的なものすぐ出てきますよね。損害賠償とか、まあ契約解除とかね。まあ 出てくあとで質に応じてちょっとお話ししていこうと思いますけど、ね、そういうところで、ね、その再建法全体のところの、ね、話といろいろつなげてで事例というのが処理されてくるんでだからこう短い時間で、ねえー、この、ねえー、全体的なところをどんどん,どん,どんこう、まあ、読み回していくというのはすごい大事で、まあ、1回読んだだけだとすぐ忘れちゃうから <laughs> まあ例えば今日お話ししたようなところはあのこう短い時間で23回読むと、ね、あのかなりこう話がつながってくるんで、ね、あこ,ういうこういうところを使ってこういう処理するなとかそういうところがあの分かるようになってくるんじゃないかと思うんであのそういうところを目指してほしいなという,ふうに思うんですよね。まあ、それが真の 実力になってくるんでね。初見のあの論文試験の問題にも対応できるんじゃないかと思います。さてで今度丸2ですが。 二、えー、ページの二個目のブロックの丸二のとこですが、まあ物件にはね絶対性があるんですが、まあ債権には絶対性がないというようによく言われますよね。債権は相対的な権利なんですよって言われます。でこの下のメモのとこですけど、まあ物件というのはその排他性があることからね、まあ皆さんが土地所有してたらもう人のこう行為を介さずそこをさ直接まあ支配でき、えー、ね、えー、もうそこのところは他の人の権利排除できるぐらいのものなんですけど、まあそういうことで、えー、物件に対、えー、物件のね権利証はそういったことでその物件に排他性があることから誰に対してももう物 物件を主張することができるっていうそういう効果が出てくるんですよね。で、そういう効果のことを特にあの絶対性物件には絶対性があるというふうに言いますね。で、一方その債権にはその排他性がありませんのでね、えー、同一内容のその権利が複数ね、えー、成立しするわけなんで、そういう意味でその排他性がないということになるんですけども、えー、そういうことで。 えー、三行目、メモの三行目ね、債権者、債務者に対して、しかね、その債権を、まあ、主張することができない点で、絶対性がなく、まあ、そういう体制があるに過ぎないってことね。というわけで、この辺のところ、超基本中の基本なんですけど、あの、意外と勉強を進んでる人って、こういうのを、こう、雑に扱いがちなんでね。あの、今一度試験前にね、あの、しっかりと確認しておいていただければというふうに思いますね。で、こういうのの応用になりますからね、こういうところ、深く理解できてるかどうかってところが、すごい大事になってきます。さて、で、三ページのところで、括弧に、今ね、ちょっとテーマがね、あの、二ページの。あの、一番冒頭にある通り、債権の性質ってことで。 ちょっとお話してるんで,で、ついでにちょっと利息っていうものをねお話ししておこうと思ってます、3ページの括弧2の利息の矢印、一番上の矢印のところですけども、まあ、利息を生ずべき債権についてね、まあ、別段の意思表示、まあ、ここでいう別段の意思表示というのは、要は約定利,、ね、利,利率の、約、え、定、ー、利率のま定めですけど、まあ、それがないときはあの法定利率っていう、ねえー、ことであの処理がされますね、で2個目のブロックですけど、まあ、前はね、債権法改正前は年5%、年五分って。 いう話でしたけど、まあ、こちら今、ね、現行では年3%ということで,でこれ今後、ね、あの3年1期として、まあ、1期ごとに、まあ、あの自動的にこう変動をしうるような、ね、あの別になんか物価とかが変わらなかったら変あの別に実際、事実変わらないんですけが、まあ、もしこう大きく、ねえー、そ,のそういったところが変わってくると、えー、その自動的に変動するような仕組みになっているということです、ね、細かい話はこの下のメモのところにあるんですけど、まあ今日はちょっとやめておきましょう。で えー、このねちょっと一番下のところ、まあ、この後、ね、あと皆さん、司法試験予備試験受かって司法試験受かってっていう話になってくると思うんであのこれ、ちょっとどっかでね覚えておいてもらえればと思うんだけどあのこちらね今の履歴3法定利率3%なんですけどだけど、ですねこの、えー、改正法が施行される前の事件はやっぱ相変わらずその旧法の、ね、適用がありますので,であの司法収集制ね、ね結構、再建法改正後に収集入った人でもやっぱ現実の事件っていうのはその法改正法施行前の 事件のがまあ今のところ多いんですよだからそういう意味でねあの事件の時期を見てあこれは新法じゃなくて、まあ、あ改正前の法律が適用されるなみたいな感じで、まあ、自分で判断をしてねでその必要に応じてその9法の方で処理をしなければいけないんでそこのところはちょっと気をつけておいてもらえればと思うんですよね。まあ論文あの小試験とか予備試験では基本的には改正法の話が基本的には出てくると思うんでねふ、まあ、普段あんまり気にしなくていいんだと思うんだけど、まあ、あの受かった後ねこういうところがあのむしろ大事になってきますので、えー、どっかにねちょっと頭の片隅に留めておいていただければと思います。 さてでは今度、ね、4ページのところですが、えー、利息の元本への組み入れということでこれ受験生嫌がるんですよ、なぜなら。 あの細かいと思うからね <laughs> 債務不履行とかさ契約解除とかねそういうなんかもう誰でも知ってるような論点と比べてさちょっと細かいような気がするじゃないですかだけどこういう時こそ現場思考のチャンス法的思考能力をま磨くチャンスだっていう話になってくるんですよねでちょっと少しねそういう話をしたいんですけど4ページのまず1個目のブロックでまず法的思考,の法的思考能力を磨く前提として最低限この1個目のブロックの知識が必要になるんでこれちょっと今押さえちゃいましょうか。 えー、利息の元本への組み入れってことで、えー、ちょっと担当の番号を書くの忘れちゃったんだけど、まあ、ちょたまに担当で出ますねこのところね担当試験で司法試,試験とか予備試験のねで、えー、利息の支払いが1年分以上遅退した場合において債権者が催告をしてもね債務者がその利息を支払わない時は債権者はこれを元本に組み入れることができるってことで民法の405条にあるわけですよだから皆さんが誰かお友達にお金を貸してでそれをちょっと弁済金になっても返してくれないっていう時にまあ一応こうねあのまあ遅延損害金ってことで。 利息でもいいけど、まあ、遅延損害金でもいいんだけど、まあ、いずれにしろそうやって、ね、あの元本にプラスしてまあ取れる分のところがこう増えてくるじゃないですかだけどその利息に対してさらにこう利息がつくっていうことは通常はないのでその利息に対して利息をつけたいと思ったらこの元本の組み入れ制度を債権者の方からこう使っていくっていう感じになってくるんですよねでこれがまあ基本的なルールになるんですがこの下の2個目のブロックを見てくださいこれれ年のの、ね、最高裁の判例なんですけれども まず判事事項これ結論なんでこういう結論にしたのかっていうのをこう考えると、頭ががくなるるその法的磨かれるんですよね判事事項不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について民法405条、まあ、上のねその今の今元本組み入れの話ですけどそれを適用したり、まあ、基本的にこれ債務不履行の損害賠償請求権を想定してるんでね、まあ、405条、えー、適用って話になるんですけどその,あの債務不履行だとね、えー、だけどまあ不法行為でもまあ結局、損害賠償請求という点では同じなんだから累積しちゃってもいいんじゃないかみたいな。 そういうノリの話があるんだけど、それをね。最高裁が認めてくれなかったんですよね。で、これもあのまあ、これ一つのルールなんですよ法。法的なルールなんだけど、民法に限らずね。全ての科目であの共通してることっていうのは一定の法的ルールっていうのはやっぱその。 事案のその対立利益をね適切に調整するっていう観点からその、えー、適切に調整した結果まあ妥当な結論になるんですけどその妥当な結論を導くための、まあ、要は理論構成なんですよねでこれがまず一つルール理論構成なんですよさいあ不法行為の損害賠償債務に関してはこの元本組みをまあ許さないっていうのがそれが一つのまあルールででこれが妥当な結論だって話なんですよねでその妥当な結論というのはこれすべての科目共通してますがあのその当該事案に含まれる対立利益の抽出とその対立利益の 適切なな調整なんですよね要は利益考慮とか比較考慮っていうふうにあの言われるものでこれ全ての科目憲法も含めてねあの全てにこう共通するものなんですよ。結局どの科目でもその事案に含まれた論文試験の時なんかさ事案を見て対立利益を発見してはっきり書いてない時も多いからね対立利益はね憲法なんかだとさ大体制約されてる人権ですぐ分かるんですよ。あの そんなに憲法の勉強をしていない人でも、まあ、大体読めばこんな感じの人権が制約されたなってのわ分かるんだけどその制約を正当化する対立利益って何なんだろうっていうとこでそこのところ発見するのっていうのはある程度ねあの勉強してる人じゃないとなかなか分かんないんですよね、まあ、いずれにしろ憲法だろうがあのまあ全ての法律科目そうなんですけど事案に含まれてるその対立利益をね適切にまあ調整した結果、まあ、妥当な結論というのが出てくるんですけどその妥当な結論を導くためのまあ理論構成それがあの法規範なんですよねでそこのところがこう理解できていると、まあ、令和4年の司法試験なんかも結構本に書いてないのこと <laughs> あの出てたと思うんだけどねあの、まあ、ちょっとまだね問題文見てない人はすいませんけどあの民事訴訟法の,あの最後の説問とかさ突然なんか文書の話こう出されたりとか、まああいうなんか突然こう普段考えたことがないような問題が出た時もですねなんとかなっちゃうはずなんですよねでそこでちょっと対立利益を発見していきましょうか今回どういうね、えー、その利益がま対立してそれをどういう理由からこういうふうに調整こういうルールを作ったのかって話ですよねでそこでこの阪神のところを見てください えー、民法405条はいわゆる受理の特約がされていない場合においても一定の要件のもとに債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることができるものともしてますとでこれは、えー、債務者において著しく利息の支払いを遅延、遅滞しているにもかかわらずね、えー、その遅滞利息に対して、えー、利息を付すことができないとすれば債権者はこ,こですねあのこうやって,て太字に皆さんしておいてください太字とか,なんか塗っておいてくれば利利息息をねしよう,、ね利利息をしよう ってことで債権者のこの利息使用の利益ですよね。こうやって発見するわけ対立利益の一つを。 あなるほどとこの元本組み入れの制度って何のためにあるのかというとこの利息の利用の利益を保護するためなのかみたいな感じでほら考えられるでしょ自分で法的思考能力磨かれてる人っていうのは。というわけでその債権者は利息を使用することができないため少かなからぬ損害を受けることになることから、まあ、利息の支払いの値体に対して特に債権者を保護するまあ趣旨なんだってことねこれをまあ大雑把に言ったらさ、まあ、利,息利,利息利用のまあ利益ですよ利息使用の利益ねこれが1つ出てくるわけでしょこんな感じで自分で対立利益を発見していくわけですよね。そしてこの ちょっと太字にしているところね利息使用のすぐ下のところね利息の支払いの値帯に対して特に債権者の方が出る趣旨で返されると通して遅延損害金であっても貸金債務の履行値帯により生ずるものについてはその性質に照らしね上記の趣旨がまあ当てはまるということね。 えでこれ、このままだとなんだかよく分からないかもしれないで、下のところと比べると分かってきますね、これに対して、とこですねこれに対して、法行為もつ損害賠償債務は、貸金債務とこのようにね、債権者にとって履行すべき債務の額が定かでないことが少なくないというのは、はい、どういうことですか、皆さんに問題です。 っていうと、例えばなんか皆さんがさ、誰かからこうね、あのこう暴行を受けたりとか、まあ侮辱されたりとかで精神まあもちろんあの病院の治療費とかの財産的なまあ損害もまあ発生しますけど、それ以外にほら医者料ね、えー、自分はこれだけの精神的な苦痛を受けたから、それは百万円に相当するんだとかさ、っていうふうにあの例えば皆さんが言ったとしても、本当にあのその額かどうかっていうのがまあわかんないんですよね。不法行為の特性っていうのはそこです。に対して債務不履行の場合は、まあ比較的そのその債務の発生原因がね、例えば契約であったりとか、あそのいろいろ法定 債権だったりとかって形で、まわ、あ、りかしその損害の計算の仕方がま明確になることが少なくありません。その不法行為と比べてですけどね。えー、そうするたびにその不法行為っていうのはなかなかねその債権、えー、者が言ってる通りのその額が本当に認められるかどうかっていうのが分かんないところがありますので、そうなってくるとおらさっきのさ債権者の利息使用の利益 これってそんなに保護しなくてもいいんじゃないかみたいな感じになってきません、ね。現場的現場思考的に考えると。ね、えー。そのさっきの元本組入れの趣旨っていうのがさ。まあ利息使用のね、利益でしょ。で、そうなってくると、でも、ある意味さ、利息使用の利益っていうものが。ね、保護されるためには、その保護が正当化されるには。やっぱ、その、そのね、ね、あの発生したとされる利息の額が。やっぱり、それらにきちんとね、明確にこう発生するんだってことが、おそらく前提になってるはずなんですよね。前提事実としてね、その、えー、対立利益の方の、えー。その前提事実としてね、そのもともとその。 発生が明確だというところがある。に対して不法行為は明確ではないって話になってくるんですよ。だからさっきの趣旨が妥当しないって話になってくるじゃないですか。現場思考的に考えるのだけどね。 そういう感じで,で、そういうのはなんか多分ね難しく書いてあるんだと思います。最高裁はね簡単に説明できることをいろいろやっぱりこうねあのあんまり雑に説明しちゃうとさあのその事件に負けた人をこうねやっぱりあの判裁判官っていうのは特に勝った人なんかどうでもよくてさ負けた人に納得してもらうためにこうちゃんと理由をつけるっていうのがもう使命みたいなもんですから、そういう点でちょっと今の私のノリでやられたで、ね、多分負けた人はふざけんなと思うかもしれないんでもうちょっとちゃんとした理由がついてるんですよ。<laughs> じゃあそこでまあ見ていきましょうか。これに対してのあとまあこれに対して段落からもう一回いきましょうか。 えこれに対し、えー、方向に基づく損害賠償債務は貸金債務と異なり債務者にとって履行すべき債務の額が定かでないことが少なくないから債務者がその履行地帯による生ず,生ずる遅延損害金を支払わなかった,支払わなか,ったからといって一概に、ね、債務者を責めることができない思いっきり価値判断が入ってるでしょこれ今、規範立ててるところだからねあの当てはめのところじゃなくてね、えー、当てはめのところだとこの債務者っていうのが例えば山田太郎さんとか具体的な名前で出てくるから、まあ、ここは、ね、その法規案を立ててるところなんですよ抽象的にこう言ってるわけね斎藤一郎さんとかそういう人ね。 そういいわけでで一概に債務者を責めることがきないまた、不法行為に基づく損害賠償債務については何らの債告を要することなくこれちょっとフォローしてるね、さっきの私の理由だと雑すぎてね負けた人が怒るから <laughs> あのなるべくその理由を説得的にしようとしてると思うんだけどその不法行為に基づく損害賠償債務については何らこのね、催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると返されておりでこのちょっとね、判例の番号を飛ばして、上記遅延損害金の元本組入れを認めてまでね、ほら、債権者を保護する必要性が ということでこれ思い切り対立利益の利益益ののの考慮の発想ししてるでしょこの比較してるでしょでここのところがちゃんと理解できるようになってる人は大体受かるんですよねどの科目でもその適切な利益考慮があのできるはずなんでね例えば刑事訴訟法でさあの任意捜査の原則のところで要はそのね任意捜査の適応性に関して当該その捜査の、まあ、必要性と緊急性を考慮した上で具体的状況のもとにまあ相当 <laughs> と、まあ、認められる限度でまあその、ね、適応を強要されるっていう話になってくるんだけどここも思い切り利益考慮じゃないですか結局ね。えー、ある操作 差をまあするとまあ人権が制約されますからあねでそういった人の人権を制約するようなことを製造ができるだけのその必要性とかまあ緊急性 が認められればね。まあ、それに応じたその人権制約が許されるってことで、非侵害利益の擁護性ね。非侵害利益の性質とか、その制約の対応。まあ、そういうところを見て、それが相当と言えるかどうかってことでね。えー、そういうのを、あの必要性、緊急性考慮した上で、具体的状況のもに、まあ、相当と認められる限度で強要されるっていう、まあ、起案になってるんだけど。そこも、そう思いっきり利益考慮ですよね。あと、憲法なんか、だいたい、そうで、であの全部、そうでしょう。あの違憲審査基準なんてさ、全部、あの形はいろいろ違うけどさ。そのもともと、ほら、あの、その審査される人権の。 要望性が違うからね経済の自由とやっぱその精神の自由とでは二重の基準論を採用した場合を、まあ、が前提になりますけど、まあ、一応その精神の自由の方がちょっと要望性高くなってくるじゃないですかでそうなってくると当然それをまあ制約するためのね、えー、まあ立法の合憲審査っていうのはやっぱその精神の自由の方にちょっと重きを置いたような、まあ、そういう利益考慮の基準を作ってくると思うんですよ。に対してその経済の自由を制約するまあ立法に関しては、まあ、二重の基準論を前提とすればだけど、まあ、ちょっとこうね精神の自由と比べてまあ要望性が下がってくるからそこのところで対立利益とこう考慮するっていう と考えた時にやっぱり立法採用がかなり尊重されてその人権制約が割りかし正当化される方向でこう流れていきやすいですよね、ちょっと今、雑な話してますけどねそういうことででもその対立歴というのを見てねそうやってこう適切なその枠組みをいろいろ考えているということで、ね、それがまあ法律の世界なんですよね。なんでここもこんな何気ないさ一見受験生が嫌がりそうな判例でもねこういうちゃんとあの奥が深いところがあるのでこういうところが分かるようになってくると本番の試験で強くなってくるんですよね。というわけです。まあ、ちょっと雑談がてらになりまましたけどね <laughs>、まあ 令和4年の判例ちょっとご紹介させていただきました。さてじゃあ話を進めていきまして5ページのところでこれ選択採点ちょっと軽く途中のところまでお話し,します、えー。これはねちょっと担当試験をちょっと甘く見がちの人に対する対してのメッセージですね。あのこうよく目立ったね、えー、論点ばっかりこう勉強しちゃう人っていうのもまあいますけどやっぱこういうところもねやっとかないとまあ、担当試験苦労しますので、えー、まあ、こういうところちょっと刺激を受けてもらえればと思いますね。えー、でまずね選択採点なんですけど矢印のところです。 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるものをね、まあ選択債権と言いますと。で例えばえ X がね Y に工事当社とオツ自動車のどちらか一つをまあ給付の対象として売るとのまあ売買契約をした場合の目的物の引き渡し請求権ね、これが選択債務と。でこれねあ選択債権なんですけどで次のところあの選択権どっちにあるかって話なんですけどこれをちょっと自分でなんでこうなんだろうっていうのをねあの対立利益考慮する観点から考えてもらえるとまた頭がその法的思考能力が磨かれますんでね。でまず特段の合意がないときは二個 ブロックなんですけど1、まあ、行しかないですけど特段の合意がない時は、えー、選択権は目的物の給付義務を負う、まあ、債務者にま属するということなんですけどこれいかがでしょうかというとね例えばじゃあ皆さんが。 まあ家に靴がいろいろ皆さん靴を持ってますとで、まあ、いらない靴がこういくつかあるんで、えー、これかこれかあれか、まあ、どれかあげるよみたいな感じのことで皆さんがお友達に行ったとして知り合いに行ったとしてでそれ選択再建になってくるじゃないですかでその時にじゃどの靴をまあ,あげるか、まあ、皆さんいらない靴だからこそねいらない靴がこういくつかあるからこそ、えー、まあこれとこれのどれか、まあ、どっちか好きな方あげるよみたいな感じのことを言ってると思うので、まあ、そういうのを考えると、まあ、選択権っていうのはそのべき論になっちゃうんだけどね価値判定になっ,ちゃうんでなってしまうんですけどそれはやっぱその,その自分の所有権をまあ放棄 と皆さんの方にね、えー、その選択権って与えられるべきなんじゃないかというふうふに思うんですよね、まあ、そういうところの価値判断がこれルール化されてるんですよね、えー、その何か物をあげるっていうふうにいった時にその受け取る人のまあ利益っていうのもまあもちろん法的な利益贈与契約だろうが売買契約だろうがその物をその、ね、受け取ることができるっていうまあ権利引き渡しを要は請求することができる権利っていうのも、まあ、当然贈与契約なり売買契約なりですね、えー、なんか法的根拠があって発生して、まあ、それは一定のね法的法に与える利益って話になってくるんでしょうけど、まあ、一方でその皆さんの方ね対立利 利益として、まあ、皆さんの方でそほうで任意にこうなんか物をあげたいという、ねえー、ところでどれをあげるかを選ぶというそういうところの利益ですよね、まあ、そこのところも、まあ、あの要望性があるものだということで、ねえー、所有権放棄するのは皆さんの方なんですからね物を贈与したり売買とかしたりしてねでそういうところでそれを適切に調整するためのルールがまさにこの406条ってことでねもし406条の条文がこの世の中になかったら今みたいな事案が出た時はその今の対立利益を自分で抽出してでこういう規範を立てるんですよ、で当てはめをするの。 山田さんがどうだ、斉藤さんがどうだって形ね。だから法規範って常にこうなってますからね。ええー、まあ、条文で明文化されているところにも、必ずその背後に対立利益のこう調整っていうところが入ってて。で、それが明文にあるものと、まあ、ないものとがあって。えー、で、まあ、試験ではどっちも聞かれるんですよね。明文にあるところはね、やっぱ、その条文そのまま書いて、ほら、あの、終わりにならないでしょその着眼点、考慮要素を付け足したりとかさ。まあ、条文の、そのね、その文言が、あの、条文、その規定自体が、まず。規範の大枠になるんですけど。まあ、大体大雑把なことがあの多いですから。じゃ、あそういうふうに、あの、ね、その要件にあ。 当てはまるためにはあ当て,はま,るああの当てはまるというふうに言えるためには、まあ、こんな感じの要件を満たす必要があるみたいな感じで、まあ、趣旨からあの分析してね、えー、もうちょっとこう詳しい規範、えー、を立ててくるんじゃないかっていうのを思うんですけど、まあ、そういうことをやるわけですよね。これ後でやりますけどまあ典型例としてはまあ皆さんいくつか思いつきますよね条文の文言これまず規範になるんだけど趣旨を踏まえてもうちょ,もうちょっとこう 詳しししいいいい立てていかないといけなとけでょょっちゅうあるでしょう例えば今日まあ民法の話なんで例えばあの種類債権の特定のところなんかがそうじゃないですか物の給付をするのに必要な行為を完了ってあれめちゃくちゃあれあの特定の要件なんだけど、まあ、すごく抽象的なんでそのままだとやっぱ使えないんですよね。なのでやっぱその特定の効果とか趣旨とかを踏まえて、まあ、こういうことがあったらその特定の、ねえー、要件を満たしたことにしてあげようみたいなね、まあ、その効果を踏まえてまあ考えていくんですけど、まあ、そういうことっていの、ね、よくやってるはずなんですよね。というわけでこの条文見るときもあのそういう目でね必ず対 水冷機の調整っていうのが含まれてますんで、それを分かってる人と分かってない人で、やっぱその最近の頭使わせる型の問題ね、えー、に対応できるかっていうのがこう変わってくるんじゃないかと思います。さて、えー、まあ、これこれでね。しておきましょうか。じゃあね、今度次行きます、えー。6ページテーマに特定物債権と不特定物債権いきましょう。 で矢印のところ、ね、まず、ね、6ページの、えー、括弧1の矢印のところですけど、まあ、債権の分類の仕方、ねまあ、いろいろありますけどここではその特定物債権というのと、まあ、不特定物債権、まあ、不特定物債権って後でお話ししますけど実質あの種類債権とあの同じ意味なんですけどね、えー、というわけで大ざっぱに言えば、まあ、特定物債権、不特定物債権のい話で、えー、とりあえずこう、ね、区別しておきましょうかでまず、括弧2の特定物債権ですけどこれは答案に書きますねあの矢印のところの黒丸ついてるところですけど、まあ、当事者が物の個性に着目して指定した。 物の個性、要は当社が物の個性に着目しているかどうかって話になってくるんですけどこれが特定物って話ですね中古の自動車なんかそうだよね具体的に中古の車見に行ってさこれ多少傷があるけどこの年代だったらいいやとかさいろいろあと年代ね今、新車で売ってなくてこの年代の車欲しかったんだよなみたいなねこの程度の状態の感じだったらいいかみたいなねそういうところで物の個性着目して買うか買わないか要は債権の目的にするのかどうかっいうのを決めるんじゃないかと思うんですけどそういうこと 今回はそのね、特定物体験ということになってきますね。ね、えー えっとね、この次のページです、えー、7ページのところですけど、特定物債権から生ずる効果、ね、これはあの覚えておきますね、答案で、えー、書きます。えー、で、まず一つがあの全管注意義務ということで、まあ、矢印のところですね、400条、えー、でこれ結構応用範囲が広いのでね、特定物ってまあいろんなところで出てくるからね、特定物売買だ、特定物の贈与だ、<laughs> その他いろいろこう出てきますので、まあ、応用範囲が広い効果の一つでありますね。えー、で、矢印のところですが、400条、こうなってますね、債権の目的が特定物の引き渡しであるときは、債権者はその引き渡しをするまでね、契約 その債権の発生原因及び、ね、取締の社会通に照らして定まる善良な管理者の注意を持ってその物を保存しなければいけないとこれ債権法改正によってちょっとね考慮要素がちょっと詳しくなったんですよでこれたださっきの話と関係してると思うんだけどもともと条文雑だったんですよね <laughs> まあ全管注意義務を負うか負わないかっていうのももちろんその対立利益の調整の結果の一つのルールなんですけれども、まあ、あまりにもその、ね、法改正前の条文雑だったんで、まあ、適当な利益考慮されちゃっても困るからね本来だったら全管注意義務み,たいみたいな重い義務を負わせちゃい いけないような人に対してまでその義務を負わせかねないようなね抽象的な条文だったのでその着眼点のところまあいろいろ判例法理の積み重ねなんですけどもそのどういうところを着目してね全貫中意味を負わせるに値するような利益状況になってるのかってことを見ていくんですけどそれをね少しでもまあちょっとこう具体的にしようってことでまあ、従来の判例法理を少し高料数出してくれたって感じなんですよねだけどまあ元々そういう趣旨でこの高料数というのが出てきま出てきてますからまあ絶対的な高料数っていうわけではなくてねその事案に即してその適切な利益を発見してねまあ、うまく調整するっていう視点っていうのはあの 世の中でもねこの条文が考慮数が出る前からの必要だったんですけど、まあ、そういう発想でちょっとこの基案をね見ていただければと思いますね。というわけで、えー、特定物体権から生ずる効果の1つね全館注意義務ですというとこね、えー、で、えー、今度ね、ね、え、2、ー、に行きましょう所有権の移転。 でまずこれ条債券のところの条文じゃないんですけどね物件のところの条文なんですけど条こんな風に書いてありますね物件の設定および移転は当事者の一生児のみによってその効力をまあ生ずるってことで、まあ、例えば皆さんが、なんか,、えー、まあ動産か不動産かのなんかの所有権を持ってたとしますよねでそれをじゃあ誰かに売りますと具体的にね、まあ、山田さん,がなんか斎藤さんかんかにじゃあ売りますってなってくるとこれってその物件のまあ移転を内容とする契約になってきますのでね、えー、まあそういう点でこの今の176条の定期 企業場面になってくるじゃないですか。物件の移転はってことで当てはめができますので、まあ、そういうことで、まあ、物件の移転はその当事者の意思表示の見よってその効力を生ずるってことだからこれすごいですよね。皆さんが自分の所有物を売りますという形で、ね、その意思表示をすると、まあ、それで、えー、そのね、えー、物件の移転の効力が生じちゃうって話なんで、えー、そういうねでも条文なんですよね、えー。だけど当然のことながら今のちょっと社会常識にあの合わないので、えー、これやっぱりそのね修正していかないと現実の世の中に使える法規範ではないんですよね。で現実の世の中でこう、ね、妥当な要は結論 導くための規範にするっていうにはじゃあどうしたらいいかというとまあ現実の世の中ではだいたいほらあの代金支払い時特に高,高価なものとかね、えー、なんかだとその代金支払い時に所有権移るみたいな形でまあ処理がされているんじゃないかと思うんですけどそれがあるにその妥当な結論なんですよねなのでそういった妥当な結論を導くために、まあ、その特約があるときは別なんですよと基本的にはそのね上にある通りその一筆だけで物件の設定や移転というのはでき効果が発生してしまうんですけどまあ特約があるときはそのその特約の通りにねその に例えば代金支払い時に所有権移転するみたいな特約があれば、まあ、その特約の通りにまあ所有権移転の効果が発生するみたいなね、まあ、そんな感じのこうル,ール,に変えルールに変えることによってそういう規範に変えることによって、えー、現実に妥当なこの、ね、事案の解決ができる規範に法規範にまあ仕上げることができるんですよね多、まあ、かれ少れかれすべての科目でこういうことをやってるはずなんですよね、えー、その規範を適切に、ね、こう,う,うまく調整して、えー、妥当な解決を図るために、ねえー、その規範というのを皆さん普段考えていると思うんですけどこれもその一つの場面ですね。 さてで今度8ページのところですが、丸3、これすごい、まあ、全部大事な効果なんだけど、これ結構論文試験で点差がつきやすい、ね、あのところね、ちょっとこう受験生頑張らないといけないところの法的効果なんですけど、8ページの丸3ですね、えーで、タイトルはねちょ、試しにこんな感じにしてみたんだけど、意味、意味、伝わりやすいかな、どうかな、引き渡し前に目的物が滅出した場合。 ととということででまず場面をちょっとこう設定してるんですよ引き渡し前に、ね、バイバイさ皆さん物を売りましたとところがその相手に引き渡す前に物を滅出してしまったと、ねまあ、そういうちょっと場面なんですけど、えー、引き渡し前に目的物が滅出した場合における履行、まあ、不能の場合のまあ処理ですね、まあ、債務不履行責任か危険負担の問題であの処理されることになるんですけどもでこの矢印のところですね、えー まあ引き渡し前に売買の目的物とされた特定物が滅出した場合、ね、まあ、引き渡しの対象となる物が存在しないことになるため、まずそのね、物の引き渡し債務、これ、利口不能になります、で、この場合、利口不能の効果が発生しますということで、でこれ、債権法全体にかかってくることなんですよ、利口不能の,その法的効果っていうのはね、結構条文飛んでるんで、いろんなところでこう出てきますので、なので日頃から債権、ね、法、体系的にこう勉強してるってことがすごく大事になってきますね、体系的に勉強するといは大したことはありません、要は短い時間でもう本を読みますってことですよ。 何 <laughs> か読んだことを忘れて次行ってもさ体系的にこうつながりができないんだけど忘れる前にこう、ね、どん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 こう繰り返し読んでいくと、まあ、話がつながってきてあこういう事態が起こった時はこういうところとああいうところとあ,あ,いうとあそこのところの効果をこうやってつけあの組み合わせることによって妥当な処理がされるんだなってことでそういうことがあの体系的なな理解って話なんですよねでその履行不能の効果ちょっと下のところまとめてありますんで、えー、これが全部今,今の段階でパッと出てきたらら、ね、相当勉強証拠でる証拠。 ちょっっと頑張ったがいい <laughs> 体系的な理解でだから忘れる前にこう本読読むあの繰り返しそういう点でちょっとね自分のちょっと学力チェックしてくださいよ。まず、えー、履行不能の効果で、えーまあ、目立つのがね再建法改正でこのまず「あ」のとこですけどね債務の履行請求が負荷になるわざわざ書いてくれたのねのだから論文試験の時にもしこの効果導くんであれば、まあ、あの従来ね再建法改正前は明文化されてなかったんですけど、まあ、今明あ文化されてるんでやっぱその条文は指摘しておいてくださいこれがメインになる場合ね。 多分拝、ね、点されてる可能性があるんですよあの何でもかんでも条文指摘したら点数くれるほど甘いしそんな労務試験で甘い試験じゃないと思うのね、えー、なんてかって言ったらそのほら拝点実際司法試験だと1科目100点満点予備試験だと1科目まあ50点満点なんだけど法務省の,あの要は発表であの合,格合格者の,あの点数が発表されてるんだけど大体満点基準にしたら半分ぐらいの点数ぐらい取ってればまあまあいい順位で合格できちゃうんですよねそうなってくると司法試験で実際100点満点民法100点満点なんだけど、まあ、50点ぐらいのところでまあ合否勝負してるって話で予備試験 なんかだったらまあ25点ぐらいのところでまあ勝負してるって話でさでそこでなんか条文1個書いて1点なんてくれるわけないじゃないですかそんな甘いわけやないからだからあの何でもかんでも条文書いたらね点数はつかないはずなんですよ条文上げ,上げまくってさそれでなん,かなんか一つ一つの言葉に何か関係しそうな条文を上げてそれで1点ずつ足されてそれで25点取って何も中身ないこと書いたのに合格なんてありえないからねだけどその事案を処理するのにまあメインの論点の条文まあ大体だからね結果,的に結果論になっちゃうんだけどあ法務省の方から試験が終わった後に出題の趣旨とか あと司法試験の場合は瀬名主にあの加えて採点実感というのは発表してくれるんですけどねいい答案、悪い答案がどんなものなのかというのは発表してくれるんですけどそこにあの書いてあるようなその制度に関する条文は多分1点ぐらいついている可能性が出てきますね。例えば、ここだったらそのこの下の,、ね、あの契約解除とかさほら分かりやすいところで言えばさこの下の効果のところで「い、まあ」のところで損害賠償請求とか「う」のところで契約解除とかあとその下はまあ危険負担の話があるんだけどそこがメインで出たらさすがにそれに関する条文は、ね、絶対1点ぐらいくれるんじゃないかと思うんですよね。 文を全くこうね。あの書かないまま答案作ることを強要することになっちゃうんだけど、それってそのやっぱ法律家の発想としてはま,あまずいわけですよね。法律家っていうのは常にあの条文スタートでありますのでで、それは受験生もあの同じなんでね。まあ、そういう点で間違受験生が間違った方向にまあ行かないようにするためにですね。あの配点、基準採点基準というのは考えてるはずでありますので、まあ、そういう点でやっぱそのメインの条文ね。そこは。 のところは必ずねあのまあ条文番号を引用してであとはどうでもいいところはその必ずしもこう引かなくてもいいっていう、まあ、そんな感じなんだと思いますねでもしね利効の請求が不可になるっていうのがメインになる時は、まあ、これやっといた方がいいと思います412条の2の1項ねメインじゃない時はやめておいてくださいよもうもったいないから時間が412条の二第1項って書かなきゃいけないんだよ <laughs> もうそんなね5秒6秒なんて書けてるほど甘くないからね論文試験の本番の時はね、まあ、無駄なことは書かないように、ね、でもメインの時はその5秒6秒を惜しんででも書かなきゃいけない ですよもしかしたら1点くれるかもしれないからねさてで今度「い」のところですが、まあ、債務理論の損害賠償請求権ということで、まあ、4 1五条1項ですねでこれ結論ですけど結論的に債務者に奇跡自由がある事例あの危険負担の,あの場面とねこうちょっと区別するために結論としては債務者に奇跡自由がある事例の時にあに損害賠償請求権になります、まあ、実際上債務者の奇跡自由っていうのは4 1十5条1項の本文と正し書きとで,ですね視聴率首責任がの配分まあされててで特にその本文の方にはその債務者の奇跡自由にあの関するものがありませんのでね、まあ、実際その損害債務利もついて 損害賠償請求するときは、別にあの奇跡自由の立証をしなくてもまあいいんですけどただ、民法的にその事案をね実態応的に処理するということを考えたときに、結果からまあ見ていったときに、債務者に奇跡自由がないような事案で、最終的に損害賠償の話が問題になるということは通常ありませんのでね、そういうときはむしろその後の危険負担のまあ問題として、事案を処理するのがまあ妥当な話になってくるんで、一応ね、ちょっと大ざっぱに言うと、一つね、債務利行利行不能の効果として、損害賠償請求権というのあるんだけど、結果的には、債務者に奇跡自由が認められる事例になってきますね。 で損害賠償をじゃああの、ね、こちら取り上げるとしてこの下のメモですが1個目のところですがあの履行に代わる損害賠償のこと、ね、要は債務の履行に代わる損害賠償のことを店舗賠償っていうんだけどこれ債権法改正前は条文がなかったんですけど今、条文ができましたねだから、この店舗賠償を書くときはあのこの条文の要件を指摘しないといけないの、ね、でそのうちの1つに、履行不能っていうのがあるんですよ、まあ、415条の, 2, の、ね、あ2項の1項なんですけどそこにまあ履行不能っていうのが書いてあるんでこの店舗賠償ができるための要件ですね。 まこれは指摘すると。 そして、えー、この二個目のメモのとこですが、まあ履行不能による損害に加えてね、まあ履行地帯の遅延賠償もね、えー、請求することもできます。まあこれは普通にあの名文があるわけではありませんので、まあ四百十五条一項の損害賠償の一般的な規定で根拠条文にしてればいいのかなと思いますね。えー、そして三、えー、つ目のメモのとこですが、契約解除してもね、まあ損害賠償の請求はまあ妨げられませんと。まあなんあじゃあ皆さんに問題です。これさわざわざなんでこんな条文作ったんだと思います。まあ今日ちょっとメインテーマじゃないんだけどね、契約解除のところはね、契約解除しても損害賠償請求の行使さ はままげられれせんのでこれ何でだとと思いますっていうとあの契約解除のの効果との関係ですね契約解除で補給的にあの無効になるって見解あるじゃないですか、まあ、一応一般的な見解なんですけど判例、まあの立場というふうに言われてますけど、えー、まあ契約解除されると、ね、その契約が補、ま、給、あ、的に無効になるということになるとそもそもその損債務振り込みを除く損害賠償請求権の発生根拠もなくなっちゃうんじゃないかと思うんだけどそう,はそうはなりませんよってことでね、えー、まあわざわざ書いてくれてるという話になりますね。 まあ、とりあえずメモはこのところにしていきましょうか、まあ、損害賠償請求を妨げられませんということでこれも、ね、ちゃんと条文がありますから545条の4項ですねだこういう基本を大事にしてくださいそして次、うのところ行きましょう、えー、このうのところね、まあ、契約解除というふうにあの書いてあるところなんですがこれ、正確に言うとね、あの離婚分の場合って無罪国で契約解除できちゃうんですよ。 あのあ皆ささんにに問題です契約解除の条条文ってさ何ああたりにありま,すまあ今これ542条って書いてあるからすぐ分かると思うんだけど、まあ、542条だけじゃないですよね契約解除の条文ってねあと何がありましたっけっていうと、まあ、お隣の1個手前の、まあ、541条あちらの催告解除催告をしてね、えー、相当期間経過したら解除できるって話なんですけど542条は催告しないでまあ解除できるって話なんで、まあ、今あの 新しい再建法の下ではね2020年の4月1日から施行されている、まあ、新しい再建法のもとでは541条の再告解除と542条の無再告解除がありますよとで、まあ、それぞれ一定の要件があるわけなんですけどこれ何が違うのかというと大雑把に言うとさ、まあ、一応その債務履行状態の時に履行を再告して、まあ、そのある意味大雑把な話ですけど追加の余地があるかないかという話なんですよね、まあ、追加の余地があるんであれば、まあ、契約ってやっぱり拘束力がありますからね契約の拘束力というのはすご,いすごい大事で一、まあ、回契約した以上はその約束を守るのが当然でしょうみたいな価値判断というのが一般的な あの支配してますので、まあそういう点でまあ再国してね履行債務履行状態にあるんだけど履行地帯状態にあるんだけど、まあ一応再国してまあ追款できるんだったらいきなり契約解除するってのはちょっと温当じゃないからね契約の拘束力に反したからまずはちょっと再国してでそれで相当期間経過してもまだね履行されなかったらそれで初めてその契約の拘束力を解放することが正当化されるってことでそれで契約解除ができるんだって話になってくるんですよね。で一方その履行不能なんかがまあ典型的ですけど、まあこれでも再国してもまあその、ね、追款の余地がありませんからね。まあそうなってくるとその 対抗することが全く無,意な無,意な無意味になってしまいますからだからそういう点でそ,のそれが、ね、無罪告解除のまあ一つ場面として利行不能っていうのがありますよってことですね利行不能の条文ね、ね今日は、ね、このテキストとりあえず2つ挙げてるんだけど正確に言うと3つありますので、まあ、契約解除で541条の1項の1号が、ね、書いてあるでしょ、これ本当に利行不能で、えー、3項はこれは一部の利行不能なんですけど 一部の履行不能なんですけど、まあ、結局、そのね、他の部分では、他の部分のところだけ履行されても、契約目的、契約の全体が、ねまあ、目的達成できないようなときね、まあ、そういうときはその全部解除をすべきだという価値判断があの働いていくんで、まあ、そういうことができますよって話ね。で、あのこれもう一つ上がってるのが、この2項の1号ですね、542条の2項1号は、これはあの普通にあの一部の履行不能。で、その一部履行不能っていうのは、今言ったその、ちょっと今日書いてないんだけど、542条の,この1項の3号に当たらない場合ですね、要は この二項一号というのは同じ一部の履行不能なんですよね。 でその一部の履行不能のときに契約の拘束力を考慮してもなお、ね、その拘束力から解放することが正当化できる利益状況というのは何なのかというと、まあ、例えばその一部不能で、まあ、残りのところまだ履行可能な状態にあるわけなんだけどでもそれだけだと契約全体の目的が達成できないとき、ね、ううにその契約を、ね、全てこうもうなくすということがあの正当化されるという話で、まあ、それがその今日は書いてないけどこの542条の1項3号ということになってきますね。でそれとのの比較で、まあ、2項の この1号はもう一部の履行不能なんだけどその今の1号3号に当たんない場合ですよね、まあ、純粋にそ,のそこのところだけでを不能にすることが正当化されるような時はねその一部不能って形で無債庫解除その部分的な解除がまあできるんですよって話になってきますだからここもやっぱりその利益考慮の結果なんですよ利益考慮の結果のまあルールなんですよね。 契約のまあ拘束力というものとねまあ一方で債権者をその契約から解放してあげるというねまあ利益そこのところのまあ利益調整した結果まあこういうルールになっているという話なのでだこの丸暗記しちゃうとすぐ忘れるんだけどあの今みたいなのは今日ずっとこういう話してるでしょ利益考慮の結果からこういう全部起案とか条文っていうのはできてるんですよと話してるんでそういうのが分かっているとねしばらく頭に残るんじゃないかと思うんですよねまあそういうんでねちょっと一回ちゃんと一回理解しておくとえ特に最近の試験には対応しやすいなというふうふには思います。 現場思考的なものもねちゃんと基本からこう考えられますんでねであとはその、えーとえーとけ、こちらね今、利口不能の効果話してますんで、えー、次、「え」のところと「う」の「お」のところねこれともに危険負担なんですけど。 絵のところ536条1項による債権者の履行拒絶権ということでね、えーで、このちょっと括弧書きの中ね、これ、どういう時にそに債権者が要は反対給付,反対給付に関して、自分し、ね、それを履行しなくていいよ、えー、履行拒絶ができるよという話になってくるんですけど、それは履行不能が当事者双方の責跡自由によらない場合ねで、ちょっとこのメモのところを見てください、まあ、例えば特定物売買の目的物の引き渡し前に、まあ、両当事者の責めに来すべき自由によらずね、要は両当事者の無責跡で、そのね、えー、物が滅出し,してしまった場合です。 飼い主は売り主が代金支払い請求をしてきたときにです、ね、その要は結局その利、ね、離行、反対給付を、ね、拒絶することができるって話なんですよね。えー、というわけでその、ね、離行不能の効果として、この536条以降です1項ですが、離行不能が両当事者の、ね、当事者双方の責任に基、えー、すべき自由によらない場合、つまり無理。 当事者双方無奇跡でねその履行が不能になった時は債権者の方は反対給付義務の履行を拒絶することができるんだという話になってますねそれが公平だって話ですよね特定物売買で物の引き渡しを受けられないのにお金払わなければいけないっていうのはちょっとバランスが悪いじゃないですか財産的な価値が一方のところに偏ってしまいますのでちょっと公平ではないんですよねそこで公平な結果を妥当な要はここも妥当な結論を導くための理論構成の一つルールの一つなんですけどこういったもので5 3六6 1個っていうのがあります って話ですね、なので今のルールが、まあ、要はねあの 置いてる価値判断を前提にすると今度次の536条2項っていうのが出てくるんですけどその履行不能が債権者のせいの時にまでねその債権者に反対給付義務をやっぱり拒絶できるっていうのはこれおかしい結果になっちゃうからだからそういう時はやっぱ拒絶できませんよって形でルールを作っていかないといけないんですよ。もし条文がなかったら今ほら条文があるからさこれまあ適用すればいいんで,いいんですけど条文が今の司法試験とか予備試験っていうのは最初から条文であるところを出してくれることもまあ多いけど条文がないところを出してくる時るんです あるんでそういうところはそのいつもの,、ね、その条文の理解条文を要は基本的な条文を理解する過程でその利益行動能力いいうのが身についてくるわけですよ対立利益を抽出してそれを適切に、ねまあ、考慮するっていうその思考方法が頭の中染みついてるからそうなってくるとねあの初めて見るような問題が出た時もね適切に対立利益を抽出して、えー、まあ何かの条文ヒントにね、まあ、利益考慮してうまい具合批判立てて、えー、うまい具合に、ね、処理をすることができるわけですよね。というわけで、えー、これじゃあ覚えちゃおう今ね。 ここれちなみにこの履行不能の効果はやっぱ、ね、パパパパって出てこないとちょっと困りますよねあの担当試験ももちろん困っちゃうし論文試験の時にだってこの履行不能の事例出たら困っちゃうじゃないですか。だけで今覚えちゃおうじゃこのもうタイトルだけでいいですよこあと、「あ」から「お」までの,さこのタイトルねまずはい、えー、債務の履行請求が不可、ね、履行不能の効果全部で5つありますととりあえず、ね、ここでまとめたものねまず一つが「あ」のところで債務の理工請求ができなくなっちゃいますとでもう一つが「い」のところこれ皆さんねよく慣れてると思うけど債務不履行に基づく損害賠償請求権、ねえー、の問題になりますと。 そして、うのところこちらね、えー、契約解除ね、まあ、特に立候補の場合だと無在庫解除はの製品が問題になりますけども、まあ、その契約解除は、えー、できますよとあと、一応うの,の、ね、ところの格好書きの中ね、あのー、債務者の奇跡自由の有無は問われませんので契約解除ねこれ再債権法改正でそうなりましたからね債権法改正前はね、あのー、契約解除っていうのはあ債務不履行についての債務者に対するサンクションなんだあるいは制裁なんだみたいな感じで、えー、その奇跡自由を要求してましたけどあの今あのそ、そこに重きを置くんではなくて契約解除の機能っていうのは 契約の拘束力から債、ね、権者を解放してあげるというところに今重きがその趣旨が置かれるようになりましたので、まあ、そういう点でその奇跡自由が不要になっていますね。ね そして絵、えーえー、のところですが、あとはあの危険負担の問題ね。まずはあのこの両当事者のね、えー、無知的で引き渡し前に物が滅失してしまった場合は、その場合はやっぱりさ再建者がね要は飼い主がお金払うって人いそうだから、まあ利口拒絶権を与えるということになりますよね。えー、で、ただそれがそのね利口不能がまあ再建者のせいだってなって、それで利口拒絶権与えたらこれは逆に不公平になっちゃうから、<laughs> まあその場合はあの利口拒絶ができませんよ。つまり、えー、再建者のつまりその目的物の引き渡し債務をまあ基準にねあの再建者とか債務者 っていうのがこの場面ではこう、ね、あの認定されますけれども、えー、まあその債権者の奇跡性によってですね要はブの引き渡し債務の債権の者の、えー、である飼、ね、い主の方の奇跡性でそのブが名出して利口不能になった場合はそれはその反対給付義務、まあ、つまりその代金の支払い義務を拒絶することができないという形で、まあ、それでこう、ね、公平な結論が導かれるということになっています。というわけでこういうのを覚えちゃってくださいね。 さてで今度、ね、9ページ、現状引き渡し義務ですね、04、えーえー、矢印のところですが、まあ、483条が条文なんですけど根拠条文なんですけども債権の目的が特定物の引き渡しである場合において契約その他債権の発生原因及びここもほらだからこの利益あの 着眼点出しててくれるのねだビビることはありませんもういろいろいろんなことを考えてさ利益を適切に調整しようって観点からこれ出してるだけだからもう慣れてくるからねこんなもんね、まあ、そこでもう一回4十3条は債権、えー、の目的が特定物の引き渡しである場合においてねだ皆さんなんか物売ってさ中古の自動車かなんかまだ車持ってない人もいいか、まあ、なんか皆さんのさあのカバンかなんかをじゃあもうこれだいぶ使いれしちゃってるんだけどじゃあこれを売りますみたいな感じで例えば、まあ、考えたとしてですけども、まあ、そんな感じでね債権、えー、の目的が、まあ、特定物の引き渡しである場合において、まあ、契約その他債権の発生原因及び取引 社会全員しねその引き渡しをす,すべき時の品質を定めることができない時は、えー、弁済をするものはねその引き渡しをすべき時のまあ現状でその物を引き渡さないといけないということでなんかもし皆さんが特定物なんか売ってね、えー、なんかその引き渡し義務を負ってと時にじゃあどういう状態のものを渡せばいいかっていうと、まあ、基本やっぱその特約で決,め決まるのが筋なんだけどその特約がない時はねまさにその現状でその。えー まさにその、ねえー、売りますというふうに言ったときの,その,そ,のそのままの状態、ね、それでこう引き渡せばまあいいという話になってきますね。もちろん、特約でこれ、任意規定なんでね、ね特約であのその引き渡しすべきときの状態をね、特約例えば、なんかちょっと今、もの壊れて、少し若干調子悪くて壊れてるんだけど、取っ手がちょっと取れかかってるんだけどみたいなね、そこのところは直して引き渡しますからとか、そういう特約するのは自由です、それはその特約の通りの、ね、引き渡し義務が生ずるんで、その特約の通りの引き渡し義務を履行しない場合、はい、どうなんですか、特約した場合。ね、今ちちょょっっっとと皆のの中古取 取れちゃってますとでもそれをじゃあ特定物売買売りますって形で皆さん引き渡し義務を負ってる時にねで特にまあ普通だったら現状引き渡し義務なんで特に特約がなければそのままの状態で引き渡せば皆さんに債務不履行がないことになるんですよつまり売買契約に基つく目的物の引き渡し義務をね財産権移転義務を尽くしたことになるので特段その皆さんに債務の不履行があったことにはならないんですけど、まあ、もしこのちょっとね取っ手を直してから引き渡しますみたいなことを言った場合はやっぱりその通りり、ね、約束通り特約をしてるわけですからそれが契約の内容になるわけですよ債務の内容になるわけですよだからその通り 手を直して引き渡さないと、皆さんは債務不履行責任をまあ負うんだっていう話になってきますよね。というこれもあの体系的な理解ね。今日債権法体系体系一応体験法の今日体系チェックをするっていう話であのやってるんでね。一応こう。全体的な話がつながるようにあのお話してますんで。さて、えー、では今度次のページ行きましょうえー。10ページ行きます。 えー、かっこさんのとこですね、えー、不特定物債権と、まあ、種類物債権ということで矢印のとこ、ね、あのさっき特定物債権覚えてもらいましたよね、当事者が物の個性に着目、まあ、してるって話なんですけど、今度逆に、えー、矢印のとこですが、当事者が物の個性には着目してませんが、その種類と数量のみに、まあ、着目してね債権の目的としてるというようなものね、ね、えー、そういうのを種類債権といったりね、ね債権の目的物にした場合は、それを種類物というふうにいっていきます。 ちちっちゃいい字で書いてあるところ関連問題ねあのこれ司法試験の平成30年の、えー、事案なんですけどマツタケ5ラムっていうとマツタケって一応種類じゃないですかでこの数量5ラムなんでだから問題文にマツタケ5ラムを売る、ね、売買する契約ってあったらあ一応種類物売買なんだ,な,んだなって形でね、えー、理解をしないといけないのねだから初めて見る、まあ、問題でもちゃんとそれが特定物売買なのか種類物売買なのかっていうのは、まあ、現場で自分で判断をしないといけないって話なんですよねで、えー、このね。 3つ目のブロックに飛んでいきましょうか。 えーまあ、種類物って今言った通りさ1個目のブロックの1行目にある通り種類と数量ねマツタケ5 k g 5ラムみたいな感じで種類と数量を着目したものなんですけどもそこにあの品質が加わるとそれ不特定物不特定物って言うんですよちょっとややこしいけどね種類と数量に着目した段階で種類物でそれに品質が加わると、まあ、不特定物っていいますただ実際このね今の3つ目のブロックのなお、まあ、書きのところの繊維ってあるところだけでいいんですけど債券の,の目的物を種類のみであの指定した場合 その下の下線引いてあるところかな、えー、種類物について当事者が債権の目的物の品質を定めていない時はあの条文でもう、ね、あの品質が中東のものに自動的にあの定まるんですよつまりその品質が付加されることになりますのでだから実際にはその種類物の要件さえ満たしていれば、まあ、そのままもうあの不特定物になっちゃうんですよねだからそういう意味ではあの別にこう種類物と不特定物を厳,格厳密に区別する実績はありませんので、まあ、あまり気にしなくていい,い,いと思いますねもちろん一応定義はしておいたほうがいいですよ種類物というのは種類と数量を着目している。 で不特定物はそれに品質が加わるんだとただ、まあ、結局条文でね特約で品質定めてなかったら結局条文で自動的に品質が付加されて、まあ、不特定物になっちゃうって、ねまあ、そういう感じの理論構図になってますね。で不特定物債権から、ね、あの生ずる効果なんですけどこの下の「い」のところですねタイトルでいうとイの「い、えー」のナンバリングでいうと「い」のところなんですけどまず矢印のところです。不特定物再建は特定定物ははする前は 履行不能にならなないいととうことねなぜなら債務者はね目的物を引き渡す義務を負ってます皆さんが例えばマツタケ 5kg 売りますってもう約束しちゃったら契約しちゃったらその通りのものをもう引き渡す義務を負ってますんでねでしかも特定物と違ってさ、まあ、あのまあ基本的にマツタケ 5kg なんでどっかからでも調達できるじゃないですか、まあ、時期がもう限られちゃうかもしれないけどあの、まあ、でも一応ねちょっと時期のこと気にしなければさ、まあ、どっかからでもなんとかして調達できるようなものですよねだから、まあ、そういう点でね利口不能っていうのが観念できないんですよね特定する前はね でえー、なんでそのため、ね、その目的物を市場から調達する義務、ね、調達義務を負ってきますね、この、えー、種類債権の、ね、不特定物債権の効果として一番こう目立つもの、まず1つ、ね、この調達義務を負ってくるとで。これは非常に価値判断 としては、すごく重い義務っていう,うに言われてるのね。もう、種類物売買、なんか種類物引き渡す約束しちゃった以上、もう、何年でも市場を走り回ってでもね。その約束通りのものを調達して、引き渡す義務を負うんだってことになるんで。価値判断的には、これは、結構重い義務だっていう、そういう認識なんですよね。あ、ちなみに、法律の勉強してる時に、あの、あの、言葉だけ丸暗記してもね、その価値判断持てないじゃないですか。だから、価値判断持てないと、あの、妥当な結論っていうのが、分かんないんですよね。で、さっき言った通り、あの、法規案で妥当な結論を導くための、まあ、ルールなんで。なんで、その規範をちゃんと理解しようと、まあ。 する,するにはです、ね、ちゃんと規範を理解するにはその妥当な結論っていうのを理解しなければいけなくてその価値判断というのをやっぱそのインプットの勉強の段階で持っていかないといけないの、ね、でというわけでこの、ね、調達義務って非常に重い義務だという,ふうにあの思っておいてください皆さんがマツタケ 5kg 売りますって約束しちゃったらこれはもう今、手元になくても何としてもどっかからこうもう走り回って探して、ねえー、約束通りのものをこう引き渡す義務を負うんだということで非常に大変なまあ義務なんですよね。まあ、それが価値判断です でえー、2個目のあ最後のブロックです、ね、10ページの一番下のところですが、えー、このあ、ね、とでやりますけど債権の目的物がまあ特定する前はね、えー、その引き渡しの対象になるものが特定の物に定まる前はですね、えー、そのどの物につき先ほどやったねあの特定物債権の効果の一つですけど全管注意義務を負ったり所有権移転の効果がまあ生じたりするのかがまあ分かりませんと松茸5キロの売買を、ね、した段階だとあのどこの松茸5キロに所有権移転や全管注意義,義務が発生するんだっていうのはまあ分かりませんから,だから当たり前なんだけど、まあ 最後の業ね全管事業も追わないしまあ、消費権移転効果もありませんよって話ですねえー、そして11ページのところですが括弧4限定種類物再建 っていう話ですが、えー、矢印のところで、えー、これ、ね、さっきの、ね、種類物債権とまああの基本的に一緒なんですけど、ただ、その給付の範囲が限定されているものですね、だからその種類と数量にまあ着目している、特定物と違って別に参加当事者が物の個性に着目しているわけではないんですけども、もだからそういう意味で特定物ではないんですけど、えー、で種類と数量に着目しているんでね、ね、まあ、そういう意味であの種類物なんですけど、ただ、その給付の範囲がちょっと限定されていますというときね、まあ、それがここでいうその、えー、限定種類債権とか制限種類債権というふうにあの言ったりしますね。で えこのね、えー、2個目のブ,、えー、ブロックのところですけども、その例のところを見てください、まあ、例えば、甲が管理する A 養殖池で飼育されている錦鯉10匹って話なんですけど、はい、皆さんに問題です、これ、仮に、これ、限定種類再建の事案なんですけど、これ、種類再建の事案に変えるんだとしたら、どこ取りますか <laughs> っていうと。 でこれがパッと出てきた人はもう大丈夫です心配ありません。すぐ出てこない人はまだね手前のところの理解が足らないんだと思うんでちゃんと復習しててほしいんですけど、ここね A 養殖池でっていう公が管理する A A 養殖池でっていうことでちょっとこう給付の範囲が限定されてるんですよね。錦鯉十匹だったらさ、錦鯉十匹だけだったらさっきの松崎五キログラムと一緒だから、まあ種類と数量でね、えー、こう種類と数量着目して給付の目的立ててますから、まあここのところだとまあ種類物って話なんですけどそこにその給付の範囲をねこう限定してるとでさらに皆さんに問題です。あのこうやって給付 の範囲をさ何か限定する実績ってどういうところにあるんですかね まあ松茸 5kg でいい,もういいんですけどねじゃあ皆さんなんか松茸ちょっとこう、えー、じゃあめ,でめでたいことがあるからまつたけ 5kg 一気に買う人はあんまりいないかもしれないけど <laughs> じゃあ松茸 1kg じゃあ買いましょうみたいなことになった時にさその時にどこのもんでもいいんですかって話だよねやっぱりそ一定のちょっとこう範囲をまあ限定したいとかあと特にほらなんか松茸を育てる松茸をなんを栽培するのにめちゃくちゃ評判のいい人がいて、まあ、あれだよねあんあまり言うとちょっと宣伝になっちゃうからあれだけどまあほらよくね九州の方で宮崎の方でなんとかマンゴーとかあるでしょ、えー、それってやっぱりこうどこの農家がやっぱりいいもの作ってるかとか まあそういうところを見てるんじゃないかと思うんで単純にマンゴー3個とかそういう話じゃなくてあそこの農家が作ってるマンゴー3個なんだみたいな感じでマンゴー3個だけだとまあ種,のね種類と数量だけに着目してるんで単純な種類物になっちゃうんですけどもそこにその給付の範囲がねあ,のあ,のあそこの誰々さんが作ってるまあマンゴーだっていう形になってくるとまあ給付の範囲が限定されてそれが制限種類物になるんですよね。 意見と間違うって話になってくるんですよねまあそういうことで、えー、このねそんな話をこの三つ目のブロックのところの、えー、このね メメモのところメモののととこころろじゃなくてもいいかあの、えー、と本体のところでいいです、種類制限種類債権の特徴ということで、まあ、制限種類債権、うん、制限種類物債権から生ずる効果は、ねまあ、基本的には不特定物債権と同じなんですけど、ただしね、急範に限定されてますんで、その範囲内のものをすべて抽出しちゃうと、履、ま、行、あ、不能になっちゃいますよって話ね、でこういうのがちゃんと理解できていることを前提に頭使わせる問題が、この一番下のブロックね、あの予備試験の令和3年の資材の市の抜粋なんですけど、ちょっとこう見ていきましょうよ。ちょっと頭使いましょう 質問1は、これ、結論ね、制限、種類債権の全部が履行不能になったと評価できる事例、これで相当でも頭使ってね、あの認定、あの本当にこうまずそれが制限、種類債権なのかという認定も必要だし、これが本当にその給付内のものが全部不能になったのかというまあ認定も必要なんですけど、えー、まずね、そういう認定するのに基本知識が必要なんですよ、今日教えてるものがね、ちゃんとしっかりと理解できてないと、まず前提となる、その後の法的な処理をする前提となる事実認定、間違っちゃうんですよね。 えーまあ、この事案ね制限種類物の全部名数があったっていうところの認定ができないとまずその世代の意図に乗ったも問案書けないからでそういったその正確なその第に沿った事実認定をするにはその今教えたようなことをちゃんと正確に理解をしてるってことが必要になってくるんですよね最近こういう問題多いからね司法試験でも予備試験でもまずこう基本知識をちゃんとまあ理解して当たり目のことをこう当たり目のように聞いてくるんだけど深い理解ができてないと事実認定を間違っちゃうそもそもその法的な処理をする前提となる事実認定を間違っちゃうような、まあ、そういう 問題出てくることが多いですね最近はね司法試,試験でも予備試験でもね、まあ、そういうことで、えー、この、ね、メモのところを見てください、えー、制限、種類物、括弧これねこ,こんな感じの事案だったんだけど高級ワインの保存に適した冷蔵倉庫に保管中のオツ,のオツ農園さんの、まあ、ワイン1本ということで,で、まあ、一応、オツ農園は非常にまあ評判がいいワインのね、まあ、評判いいってことで、えー、だから単純にそのワイン1万本ワイン1万本だけだとまあ種類物ですよね。 えー、その、ね、種類と数量ですだけで、えー、なっちゃいますからだけどそこにオツの応援、ねえー、例えばほらフランスのあそこの,、まあ、あのボルドの中でまあそこのところの農家のワインはもう絶品でみたいなさそんな話になってくると、まあ、単純にこう、ね、あのワイン何本とかそういう話じゃないですよね給付の範囲と限定加わりますよね、まあ、そういうことで、えー、このもう一回かっこきの中ね高級ワインの保存に適した冷蔵倉庫に保管中のオツの応援んのワイン1万本。 まあこれの売買をしたんですが、まあ、それが売買の目的物とされていたところ落雷に気にして冷蔵倉庫が故障してですね高温によりワインが飲料できない程度にまあ劣化してでその制限されたね、まあ、範囲の物がまあ滅失、えー、オツ農園さんのワイン1万本滅失で、で他に同等の目的物が存在しないため、えー、売り主の目的物引き立て債務が利口不能になったと,うとこれ自分で評価しないといけないんだけどねあのその上のところの基本知識がちゃんと理解できていることを前提にあこれ利口不能になったと。ねえー、種類最 であるにもかかわらずこれは給付の範囲が限定されている制限、種類、再現で,えでそれをね範囲内のものが全部消えちゃってるからこれ本件履利不能になっちゃってるってことでその後の法的処理は利行不能を前提としたまあ処理をしていくんだって感じでそう気づけるわけですよね基本知識のところがちゃんと理解できてるとね。というわけでねそんな感じのところをまあ認定します。下かから3行目ですかね えー、もう1回、ねそのえー、目的物の引き渡し債務が利口不能になったと、まあ、評価できる事案で飼い主がそのワインを保管するために締結した冷蔵倉庫の賃貸借契約とワインの売買契約の両方を契約これちょっっとああのひねねてます、ね、単純にワインの売買契約の契約解除だったらさほらさっき利口不能の話利口不能の効果で契約解除ってあったでしょあの無在庫解除できるから、まあ、それでいいんですけどしかもあの債務者の規制跡性いらないからね契約解除の場合はねだけどそれだけだとさすがに簡単すぎると思ったのか試験コーの先生方はね ちょっとひねりを入れてきてその、まあ、今回高級ワインの場合1万本売買だった「オツの応援」のね、まあ、ワイン1万本の売買だったんだけどその 契約と同時に、ね、その売買契約と同時にそのワインを保管するための冷蔵倉庫の賃貸借契約も、ね、一緒に締結してるんですよねでここで何が問われてるかっていうと単純にそのワインの売買契約の解除をするっていう話じゃなくてその,そのワインを保管するための、まあ、冷蔵倉庫の賃貸借契約ね、まあ、そこのところもあの解除できるかっていう形で、まあ、聞いてますね、はい、じゃあどうしますかこれ今日はまあここ今日ちょっと契約解除はねテーマにしてないので何の何のレジュメもないんですけど <laughs> 皆さんこれど,どうやって考えますここのところっていうと。 まあ基本的に、ここの基本でささっきちょっとちらっと話したけどやっぱ契約の拘束力だから基本的にねだからまず原則論ですけど履行不能の契約はしょうがないそれは基本まあ解除の方向に行くんでしょうけど特にその解除原因がないようなまあ契約は基本的にはね解除できないのがまず原則ですよね。 だけど、まあ、例外あの、その形式論だけだと妥当な結論が図れなくなってくる時があります例えば、本件みたいな場合はそうですよこの方、冷蔵倉庫を借りたのは何でなのかといったらその売買の目的となったオツの,の応援さんの、ね、ワイン1万本を保管するためにその冷蔵倉庫を借りているわけで,でそのワインがもうないってことになったら冷蔵倉庫意味なないいじゃないですか、ね、だかだらそうするとその今の形式論その契約の拘束力っていうところの,、えー、その原則論を貫くとこれ妥当な結論にならないんですよね。 そこで法律家は、まあ、裁判官や学者の先生方はこういった場面でその妥当な結論を導くための理論構成っていうのを考えるんですよ。でその理論構成というのがよく受験生が言うところの,その法規案とかね規案っていうふうにまあ言ってるものなんですよね。はい、というわけでどうします妥当な結論はねこれちょっと賃貸借契約だけ維持してもしょうがないからね おつのお園さんのワイン1万本保管するためにこう借りててさでこれなんか賃貸資金も今日長かったんですよそのままもう保管するもの何もないのにね保管するものも滅出しちゃってるのにたバカ高い賃貸借、ね、の,の賃料だけを今後も将来払い続けていかなければいけないんだけどバカバカしてしょうがないから、まあ、そういう点で、まあ、妥当な結論ね、えー、なんとか導くための理論構成を考えてほしいんですよねで例えば一つですけどそのさっきさ契約解除無債公開議のところでねあの一部不能の場合に あれはもちろん1ののつの契約の中での一部不能なんでこの事案とは違うんですけどでも、1つこう参考になるところとしては先ほどの一部の履行不能のときにその結局、そこだけ残してても契約目的ね契約の,その全体の目的達成できないときはまあ契約の拘束力から債権者を解放するのが妥当だという趣旨からまあ無債国での契約解除を認めている条文がありましたよね。あれが参考になななるんんじゃないかと思うでですよなので まあ実際にその条文は1つの契約の中の一部の利行不能なんですけどそれをちょっとこうこ,この場面にまあ応用して形式的には2つのまあ契約なんだけど結局両方の契約があることによってその当事者の目的が全体的なねまあ目的が達成できるそういう契約なんだというふうに理解してそれでえ形式的には2つの契約であってもその中の1つが利行不能になることによってその2つの契約によって達成しようとしている1つの目的が達成できない時は債権者を契約の拘束力から解放するのがまあ妥当 なんだっっててこことでそこででそ解除を認めるってのはどううしょうかって話ね例えばですよ <laughs> 別にそれが正解かどうかわかんないけどあでもあの基本知識がちゃんとだから理解できてればさこういうのは考えられるわけですよ現場でね、えー。というわけでだから基本がまあすごく大事なんだって話ね。 まあ今日はあの契約解除がテーマじゃありませんのでねあの私の矢島促進部と講座はの契約解除の項目でこういう話をするんですけど、まあ、今日ちょっとすいませんテーマではないのでこれぐらいでやめておきましょうというわけででもね基本がめちゃくちゃ大事って話ですよね今の論文試験に対応するにはね。ねさて、えー、では今度ね12ページのところで過去を種類物債権の特定っていう話です。けども えまずねあの矢印のところですが、えー、種類物再建、ね、まあ、種類再建と同じだと思って,てください、まあ、種類物再建、種類再建の、えー、目的物が特定の物に定まることを、これをあの特定というふうに言いますねで、えー、この後ね。 特定の要件なんですけども、3つ目のブロックいきましょうか、特定の要件、まあ、条文があります、401条2項ね、えーまあ、ちょっと抽象的なんでね、趣旨から解釈して、もうちょっと具体的な規範にしないといけないところなんですけど401条2項は、全項の場合、全項の場合、ちょっとあの角張った格好で補ってきました、種類債権につき法律、行為の性質、または当事者の意思によって品質が定まらずね、ね債務者が中東の品質を有する物を給付する義務を負う場合において、えー、でその場合にね、まあ、とにかく種類債権の引き渡し義務を持っているようなときにです、ねですねえー、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了しまたは、債権 経験者の同意を得てその給付すべき物を指定した時は以後その物を債権の目的物と。 すするってこことでこれがの特定の要件になりますでそれが下にね一または二って形で過剰、まあ、書きにしてるところが最終的に覚えておかないとっていうか理解しておかないといけないところですね。でまず丸1、えー、債務者が物の給付をするに必要な行為を完了した時ときと、えー、2、えー、債務者が債権者の同意を得てその給付をすべき物を指定したときねでこのどっちかがあればその結局種類物債権を特定してで後であとでちょっと効果をまとめてあるんですけど例えばその無限の調達義務を免れるとかね、えー、あとその全管中義務を追う対象が確定するだ権の 天皇効果が発生するだとか、まあ、そういった、あの、特定物債権に似たような、えー。その効果が発生してくるんですけども、で、この今の、このね、どっちか満たせばいいんだけど。うまく利益考慮できている条文って、どっちの方だと思います?。ここ、すごい大事なんですよ。うまく利益考慮が最初から調整できている条文って、どっちですかというと。それは、はい、どっちですか一応、か、じゃ、三秒考えましょう。三、二。 1> 1答えはこれ2ですよ、多分あのなぜなら債務者と債権者が両方で出てきているから、えー、この、ね、債務者が債権者の同意を得て、えー、その、ね、給付すべき物を指定したらさもうその債権者自身がもうそれでいいって言ってるんだからさ、まあ、それで別に債務者に対して無限の調達義務を丸がらさせたりとかいい、まあ、いろいろそういう効果を発生させてもいいじゃないですか利益考慮上、そういった効果を発生させることが正当化できるんだと思うんですよね、それに対して一の要件は債権者が出てこないんですよ。 債務者がこれ一方的にやった行為を持ってそれでその特定の効果の一つであるその無ね債務者をその調達義務から免れさせるというすごいね重い義務をその免れさせるという効果が発生するということになっちゃうからこれは当然ここのまま使えない規範と常にその規範というのはその当該事案に隠れているねその当該事案にこう潜んでいるその対立利益を。 えー、うまく調整するためのまあツールっていう話じゃないですかだからこれはこのままでは使えない規範だってことになってくるんですよねでそこでじゃ調整しましょうか。えー、この後ね、えー 最後のブロックを見てください、えー、物の給付をするに必要な行為を完了したと言えるためには、ま,あ、まずこ,ここはちょっと大雑把に書いてあります、えー、特定の効果である所有権の移転や全館事業の発生などを実質的に基礎づけるだけの、えー、債務者の行為が要求されると、ちょっと雑なんだけど、あとあやっぱその債務者からね債務者をその調達義務から免れさせるに値する行為というのが何なのかという、そういう目で見ていきます、ねえー、調達義務、債務者をさ調達義務から免れさせるというのは、まあ、債務者に利益を与える反面、 ね、その債権者の方は不利益になっちゃうって話になっちゃうから、まあ、そこのところでその両者の利益を適切に調整するためにもうちょっと具体的な規範を、ね、考えていかなければいけないわけですよね。でそういうのを考えた時に、えー、結局ねその債務の,その対応によって具体的に考えていくしかないって話になってきまして、えー、で例えば13ページの持参債務ですね。 持参債務の場合はこういうところで落ち着けたらどうでしょうかって話になってくるんですよ価値判断的にねで矢印の過去は矢印のとこですが、まあ、持参債務とは目的物を債権者の住所地でまあ引き渡すべき債務ということにまあなりますね、えー、でこの場合はどこまでのことをやったらその調達義務を免れさせてもいいのかなって話になるんだけど債権、まあ、者の住所地まで届けますってことが約束契約の内容になってるんだったらさやっぱそこまでやって初めてね調達義務を免れさせる、まあまね、調達義務から、ね、免れさせることが正当化できるんじゃないかっていう価値判断が働く だからそういう点で、えー、2個目のブロックの、まあ、2行目のところですけど債権者の住所地で、まあ、現実に提供したときにまあ特定して後であのでまとめてありますけど特定の効果がまあ発生するす、ね、調達義務から免れるなどの,、えー、その特定の効果がまあ発生するということになってきます、えー、そして今度次のページに行きます、えー、14ページ今度取り立て債務ですねこっちは、ね、いろいろ考えないといけないねこれなかなか難しい問題ですけど、ね、ちゃんと考えようとした時きに、ね、取り立て債務の場合、えー、14ページ でまずこの矢印のところですけど取り立て債務とは目的物を債務者の住所地あとまあ商人なんかだと、ねまあ、営業所でもいいんですけど、まあ印の,その債務者の要はある支配下の、ね、ところでその、ね、引き渡すような債務であれば取り立て債務という形になると思うんですけど、まあ、取り立て債務とは目的物を債務者の住所地とか、ねまあ、営業所でもいいんですけどそういうところで引き渡すべき債務ということになってきますね。で どここままでのことをやったらら調達義務かかららさせてあげましょうか皆さんえー、そしてまあね特定の効果ほかにもあるんだけどまあ全館注意義務その目的物に対して全館注意義務を負ったりとかまあ証券移転の効果がね特約で特にあの証券移転時期に関して定めてなければまあ特定と同時にね種類物種類物の段階だとさ証券移転の対象が分かんないからねまあ証券移転のしようがないわけですよあの先ほどの一種義によってもね、えー、物件の設定等は物件の設定とか移転っていうのはさ当事者の一人だけで基本的に効力生ずるっていうのがあの、ね、民法の規定物件のところの規定がありますけどまあ種類物の場合っていうのはその証券移転 の対象が明確じゃないから、その今の先ほどの条文がそのまま使えないんですよね。176条の一主義の条文がね。だけどそれが特定することによって傷遺権移転のその対象が明らかになりますから、176条を排除することが正当化できるだけの状況にもうないってことになってくるんで、まあ、ゆえにその176条の適用によりですね、傷遺権移転の効果が発生するってことになってきますよね。なんでまあそういうことを正当化するにはどういう利益状況が必要なのかっていう話なんですよね。で、まあ取り立て債務とにかくのとにかく債務者側の方にさもう。 持っていいいいいかないといけなとけそういう債務ねだ皆さんがなんかお友達にさなんかじゃあかばんを売りましたでその引き渡し方法がもうそのおと皆さんがお友達の家のところまで届けるってことが契約内容になってる時ですよねでそういうのはあの取り立て債務っていう話あこれはごめんなさい逆だ <laughs> 今の持参債務になっちゃうわあの皆さんのところにあのお友達が取りに来てくれると皆さんがお友達にこう鞄をね、えー、まあ売りましたとでそれでこう取りに来てもらうってことがその契約内容になってる時ですよねこれがまさに取り立て債務なんですけどで一つの考え方ですが、まあ、3つ目のブロック見てください一一個一個ね その最終的には。 分離準備通知ってことなんですけどそれぞれ一つ一つの要素が何で要求されてるのかっていうところですよね、えー、で、まあ、見ていくと、えー、取り立て債務の特定には債務者にどのような行為が要求されるかねまあ、いう議論がありましてで、まあ、あの従来の考え方を教えておきます従来からよく言われてる考え方はね考えればいろいろあるんだけど、まあ、とりあえずここでは従来の考え方一つ教えておきますと考え方の一つとして全館注意義務の発生や所有権移転などの特定の効果が生ずる範囲がまずね明らかにならないと特定があったということができないってことでそうなってくるとやっぱりねそのよく、まあ まあ準備、通知だけでいいんじゃないかというまあ一応議論はなくはないんだけど分離は必要だろうって話になってるんで、ね、所有権移転の効果や全館注意義務の,あの,ねその発生対象がやっぱ分かんないとねそういった特定の効果が発生させられませんからまあそういった特定の効果のね発生を正当化するにはまず分離はいるだろうって話になるんで、ね、というわけで分離があって初めてその範囲が明らかになるということになります。でまた 特定により債務者はさっきと言ったとおり重いね調達義務をまあ免れられるので,で調達義務を免れるというまあ利益を得るんですけど債務者にこうした利益を与えるにはまあその分離だけじゃそんな利益を与えるのにねちょっと公平じゃないんじゃないかという価値判断が働いてまあその引き渡しの準備をしてその準備ができたことを債権者にまあ通知してねそれで初めてその調達義務からまあ免れることを正当化できるんじゃないかというのがこれが一応あの一般的な従来からの考え方です。ねまあ他の考え方もあるんだけどまあとりあえず 一般的な考え方だけ教えておきますで、これが具体的に言うとこの例えばところなんですけどこれ順番がね大事でね、分離準備通知の順番でいくんですよ でこれそこが理解できてないとこれ多分順番間違って最初に準備って言っちゃうのねこの事例見て。だけどそれはその上の趣旨が分かってないからそういう間違いをしますね。でちょっと見ていきましょう例えばねペットショップ A と飼い主 B との間で種類物である金魚100匹ねほら金魚100匹種類と数量で着目してるから種類物ですよね。というわけで、まあ、金魚100匹の売買契約をしたところで今ねでもその金魚が店にないと在庫がないっていう時にさ、まあ、どっか市場から仕入れてこないといけないじゃないですか。でその時にまあ100匹だけギリギリ、まあ、調達してくるよりはちょっと多めに調達してさ、まあ他のお客さん 今売ればもっと儲かるからということで、例えばその 200P ぐらいま調達してきたって話になってくると、そのまあ全くその今のね分離準備通知の構造分かってない人は、今かその市場から仕入れたことを持って準備というふうに捉えてしまうんですよね。だけどあのそうではありません。えー、この後ね何が準備になるかというと、えー、き要は 調達義務を免れさせるに値することをあの、ねえー、与えするだけのことをやったっていうのはこの,この場面だとじゃあどういうことなのかというとこの後なんですよ、まあ、まず、ね、あの前提として分離が必要になります全管注義務とか所有権移転効果の発生対象が分からないのでまずその分離がいるんですけど金魚の売買だとじゃあ金魚を手に握ったままはいどうぞって渡されたって困っちゃうから、まあ、通常はその金魚を売る人だったら、まあ、そのビニール袋の中に水と酸素をまあ注入するでしょう、まあ、金魚を入れて、ね、水を入れてその酸素を注入し,してで、まあ、場合によってはそのねあの 干渉剤その衝撃に耐えられるようにね何、えー、かこう緩衝材をこうやったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、とにかくあのそういうね、えー、本当にそのちゃんとお客さんのところに無事に金魚をね、えー、引き渡すようなことをやって初めて価値判断的にその調達義務を免れさせるに値するだけのことをやったんだって形になると思うんですよね。というわけでその,その趣旨ね 準備通知が要求されるのかって趣旨が分かってないと、本来ここでいう準備にしてはいけないようなね。要は調達義務を免れさせるに値するようなことをしてないのに、なんか準備があったんだ。みたいな感じで事実誤認をしてしまう可能性があるんですよね。だから、そういう意味で、ちゃんとその規範あの基本的なところの理解はまさ。すごく大事になってくると、さっきの予備試験の例は3年もそうだからね。あれがまず種類物債権じゃなくて、単なる種類物債権じゃなくて限定種類債権だっていう認定。丸基本知識が必要だし。あとそれがやっぱその履行不能になったっていうところの認定もやっぱり基本知識が必要なんで。 でそういうところがないと、あのそういった前提となる、ね、その後法的処理のメインになるような、あその前提となる事実の誤認してしまいますのでね、まあ、基本がすごく大事だという話ですね、だから今ね、いろいろ一見、論文試験で難しそうな問題が出てますよ、司法試験でも予備試験でもね、だけど大したことありませんから、あのあ大したことないってあれかもしれないけども、あの基本がちゃんと分かってたら、なんとかなる問題だからね、あの基本をすごく大事にしてほしいなというふうに思いますね。 さて、えー、大体あれかなじゃあこの取り立て債務これぐらいにしておきましょうかじゃあ今度ですね16ページ送付債務これ頭使いますねこれはもっと頭使うね <laughs> 送付債務におけるそのね特定の要件先ほどのだから物の給付をするのに必要なね準備完了したっていうのは何を持ってなのかってねこれは相当頭使いますよね現場思考能力試すっていうか基本をもとにした現場思考能力試すんだったらこういう問題出すのが一番いいんですよねなぜならあの持参債務とかあの先ほどの取り立て債務はねもう、まあ、みんな丸暗記してるから今の理解 ができてない人でもなんかそれらしいだと機関一緒になっちゃうの結局結果的にはさ分離準備としてみんな同じこと書いてくるから意味が分かってる人でも分かってない人でもねだからその実力が分かんないんですよでそこでね実力を本当に試そうとしたらこういうのがいいんだよねソ送タイム で矢印のとこですけど、まあ、送付債務というのはですね債権者または債務者の住所地以外の第三地に目的物を送付して引き渡すべき債務例えば皆さんがさあの誰かお知り合いのためにじゃあ物を買って送ってあげようみたいな感じでさインターネットの場合は例えば通信販売でもあとはまあ直接店舗に行ってもまあいいんだけどこれちょっと私の知り合いのところ友達のところあるいはその親戚のところを送ってほしいんだけどみたいなね、まあ、そんな感じでやってくると、まあ、それ送付債務って話になってきますよね。だからよよくありがちなんでですよねねこういうういい話っていうのは、ねうんで その後、ね、何をもってその、えー、特定と言えるのかこの総,債務,総債務の場合ねで2個目のブロックのところですが、えーまあ、総債務につきましては債、ね、権、えー、者に要請されたまあ 債務者がねあこれ、一応従来の考え方ね、えー、ただこれ、ちょっと硬すぎて、多分使えないっていうのが分かると思います、えー、送付債務については、債権者に要請された債務者が行為で目的物を第三者に引き渡す場合は、その目的物の発送時に特定するっていうのが、これ、従来からの考え方なんですけど、これ、非常に硬くて、いろんな事案、想像したときに、これで処理しようとすると、やっぱ妥当な結論にならないことも少なくないんですよね、いろんな事案をこう考えたときにね。でそこでこででのののしかしか後です、えーまあ、内田先生のねちょっと 展開をご紹介させていただきますとしかし どの時点で特定するかは行為を含む契約の解釈の問題であり送付債務という概念が実は必要かこれ非常に疑問だと一時わざわざ送付債務なんていうものを、ね、概念作ってそういった上に書いてるようなしかしの前に書いてるようなルールなんか作るのは意味がないんじゃないかというそういう主張ですね。で例えばってことですけど、えー、ここもねいつもよりね無限の調達あの調達義務から免れさせるに値する行為って何なのかっていう、まあ、目で見ていけばいいんですよこ送付債務の場合はねだから皆さんがじゃあ誰か知り合いのためにどっかのインターネット,のなんかネット通販 なん,なんかでモノ買ってさ、じゃそれで友達のところに送るようなそういう契約立てたとしますよね。えー、あるいはどっかの店舗でモノ買って、えー、じゃあ酒屋さんかなんかでおめでたいからその友達がなんかめでたいことがあったからっつってじゃあなんか高いワインかなんか買って友達のところにこう送ってもらうようにお店でお願いしたとか、まあそういう形でまあやった時にね、えー、例えばってことこですけど、やっぱその。 でこれ1つのちょっと比較なんですけど例えば債務者がもともと持産債務を負ってたらどういうことをやればさ調達義務から免れられるんだろうかというところからちょっと考えてるんですよ例えば、まあ、債務者が持産債務を売っている場合は例えば債務者が運送業者を立候補者としてまあ使用した場合これによって別に債務の内容を変わるわけじゃなくてさ運,運送業者を使おう,が使う前がまい、あ、がお客さんのところに物を届けなければいけないと物の売り主としてはね。えー 何か酒を売ってる人であればちゃんとそのお客さんのところに物をね、えー、届けなければいけない約束通りのところにね物を届けなければあまいけないわけですよね。えー、というわけで。 債務者が持参債務を売っている場合は債務者が運送業者を利口補助者として使用した場合これによって債務の内容が変わるわけではないので、まあ、持参債務の原則通り利口地で利口の提供、ね、要は現実の提供したときに初めてその無限の調達義務から免れさせるに値することをやったんじゃないかと総、ね、付債務のときもそう考えましょうとその場面場面に応じてどこまでのことをやったらその調達義務を免、ね、れさせられるのかということで、えー、考えていきましょうという話ですよね。ここの後一方ってとこですが え売買の当事者間で目的物の引き渡しの手段として、まあ、売り主が運送,業者等に第三運送業者等の第三者に委ねることを、ねまあ、合意している場合は、えー、売り主が運送業者等に目的物の配達を依頼して発送したときにこれ一応、債務者としてはもうやるべきことやったんじゃないかということで、ね、物の給付に必要な効率完了したんじゃないかということで、まあ、このとき特定してもいいんじゃないかというだかで具体的場面ごとに考えていくとこの調達義務を免れるに値するだけのことをやったのかどうかというのは具体的場面ごとにえ考えていくということ、ね、じゃあちょっと 例挙げるとさまあ皆さんが、えーまあ、メルカリかあんまり具体的な名前言っちゃうとね宣伝になっちゃうからあれなんで、まあ、なんかどっかのインターネットサイトかなんかで知らない人にも対象にねじゃあ物をまを売るってことでなんかインターネットに出したとずるじゃないですかでその時当然、ね、そのものを買ってくれた人、まあ、顔は分かんないけど誰か分かんないけど、まあ、そこのところにこう届,けなけ届けていかなければいけないと思うんだけどそれが要は、えー、その特定があったと言えるためにはねつまり皆さんにその調達義務あ種類物売った場合ね前提として種類物 売った場合ですけど、皆さんがじゃ、例えばその畑でナスかなんか作っててさ。ナ、え、ス、ー、1個、じゃ、いくらで売ってみたいみたいな感じでね、種類物一応売ってるってことにまして。で、その時に、どこまでのことをやったら、皆さん調達義務から免れるに値するかって話なんですよね。で、その時、単純になんかさ、運送屋さんにも皆さんが配送依頼して。で、そこで、実際でも、運送屋さんなんか事故が起こってさ。えー、物がお客さんのところに届かないっていう、にもかかわらず、調達義務から免れることを正当化していいのかっていう話になっていくんだよね。で、通常は、おそらくね、その契約内容になってると思います。あの、その運送業者を利用して。 もしそこで事故が起こって物が届かなかった時はそこはその例えば運送業者の,その保険の枠内であの損害賠償しますとかね、まあ、もしあのそういう約束してなかったら皆さんが苦労するだけなんで、まあ、苦労しないようにちゃんとその何,何かがあったことを想定してねそのどういうことが起こり得るかってことを当然場面場面まあ皆さん将来法律家になるんだからこんなの,やあの考えておかなきゃいけないんだけど、まあ、場面場面を想定してあのこういう時にはこうなるみたいなことをやっていけばいいんだけどもしあのそういうのねあのまあ素人の人でやってなかった時じゃあどうなっちゃうのかって話ですよね。で価値判断的にはお、ね、そら その皆さんの作ったナスをね買ってくれた人のところに届かなかったらその調達義務を免れたというふうに言えないんじゃないですかお客さんとしてもだってナスが届皆さんが作ったナスが届くと思ってるのにナスが来ないわけですよねそうなってくるとこれちょっと価値判断的に皆さんちょっと調達義務から免れるってことできなくてまたもう一回ナスを送らなければいけないんじゃないでしょうかねでもちろんその運送屋さんやらかしてるわけだから、まあ、皆さんがその運送屋さんに損害賠償請求するのは自由ですよそこのところはね、えー、だけどその自分のナスを買ってくれた売買契約の一方当事者であるね他方当事者である飼い主のところには は、もう一回ナスを送んなきゃいけないんじゃないですかね。とかそんな感じで考えてるんですよ。具体的にね。だからそうなってくると別にその送付債務みたいなものを別に概念作んなくても。まあいいんじゃないかと。同時にもともとだってさ。世の中、こんな単純なわけない、ね。その債務の履行対応が持参債務。 とか、取り立て債務とか、送付債務とか、そんな3つのものに限られるわけないじゃないですか、世の中だって、そもそも民法だってさあの、典型的な契約じゃないものなんていくらでもあるわけでしょ、民法の条文引いていくとさ、そのうちまあ最初、契約、書のところって、贈与から始まってね、贈与だ売買で始まってくるけどさ、世の中、当然そういった民法の典型的な契約の中の枠の中にならないような、その非典型契約だっていっぱいあるわけなんで、だから、もともと何かの型にはめようとして、それだけで処理しようとするっていうのは、難しいんですよねで、仮にそれができちゃうんだとしたら、だって、法律家っていらないですもん、ルールをだって全部本に書 だからもともと規定の,その、ね、要件や効果だけで処理するっていうのは難しいからこそ法律化が必要になってくるんですよねだから将来まあ AI に置き換わるんじゃないかという話があるかもしれないけど絶対ないですねその場面場面、ね、時代の価値判断に合わせてその規範を考えていかなければいけない、えー、でその規範の趣旨に即した当てはめを、ね、事実認定をまあしていくということで、まあ、法律化ううが使命だと思うので、ねまあ、将来的にもどん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 法律化の需要は高まってくるんじゃないかと思うのでぜひモチベーションを上げてです、ね、あの予備試験や司法試験の勉強をしていただければというふうには思いますねさてじゃあ今度次行きます 17ページで、ね、特定の効果をじゃあまとめておきましょうか、まあ、結構もうしゃべっちゃったんだけどね、まあ、覚えておいてもらいましょう。特定の効果ね えーまあ、矢印のとこです、えー、種類債権の特定がありますと基本的には先ほどやった特定物債権に関する、まあ、法理が妥当しますとただちょっと違うところはあのこれ元が種類債権なんで特元から特定物って本当にそれしか物がないからあのもう本当に例えば利行不能になっちゃったらもうどうしようもないんですよもう絶対追加できないからね、えー、だけど、えー、この種類物が特定した場合は基本的に特定の効果と同じような効果が生ずるんだけど、まあ、元が種類物なんで実はその物の変更ね特定後にその売買の目的を変更すること ともうまあ可能だってことで変更権の問題が出てきますね。まあこれぐらいが違うところですね。じゃちょっと順番に見ていきましょうか。まず丸1、調達義務を免れると同時に全関税義務 追うこと、なります引き渡しの時までね全る、えー、に、所有権移転ね。まあ今まで、その、ほら、所有権移転効果が、障害されてるわけですよ。種類、種類物のまあ段階だとさ、何について、所有権移転するのかが分かんないからね、所有権移転の対象が <laughs>、明らかになってないんだけど、まあこの特定によって、所有権移転の効果の対象が明らかになるんで、まあそのまま176条のね、一主義の条文を適用する、まし支障がないわけなんで、そのまま適用されてね、えー、所有権が移転しますと、まあもちろん特約があれば、話別ですけどね、その通りになりますけど、えー、そして、丸三 これはさっきの履行不能です。引き渡し前に目的物が滅失した場合におけるまあ履行不能ね。でこれはあの先ほどにね、まあ結論から見たら奇跡自由がある事案だと債務不履行の処理でそうじゃないときはあの危険負担ね。あともちろんあの追加で履行請求できないとかさ、えー、契約解除ができるとかありますけどね、えー。まあ先ほどの基本的にあの効果が一緒になります。あと今日ごあの申し訳ない,ないんだけどね、マルさのね二個目のブロックは今日はねこれないです。あの債務履行の証は今日ちょっとあの。 書いてないのでね、えー、これはちょっとすみませんあの、ちょっと出ジュメどこ探してもありませんので、探さないでください。債務不履行のは今日ちょっと覗いてます。さて、で今度18ページ、これが変更権であります。変更権ちょょっと見ていきましょうか これもだからさ、ルールだ、ルール、あの妥当な、そのね、あるとある特定の場面を、まあ。想定してね、妥当な結論を導くための、ま理論構成してるんですよね。だ、まあ、条文で明文化しておいてくれれば、受験生楽だったんだけど、まあ、あの、残念ながら、変更権はね。明文化されてないから、やっぱ、その、自分で考えなきゃいけない、この祈願をね、まあ、そういうことで。 まあ矢印のとこですか種類物債権が特定した後ね、引き渡し前に目的物を名設した場合引き渡し債務は履行不能となりまして、ね、でさっき言った通りあり債務者、ね、明設認識事故に奇跡性があれば債務履行責任を負いますが最も、えー、債務者はこれ審理則上、これマランチしないでください。 この妥当な結論論の,の要は理論構成要はは理構成ヘリクスです法律構成理論構成法規範とっていうのはヘリクスなんだよねあの悪い意味で言ってるんじゃなくて、えー、結局後からつけたものなんですよもう先にね事案見て妥当な結論っていうのを決めちゃうの法律家っていうのはでそれをでもそのこうあるべきなんだってことでそこをあの 理由付けしようとととするとこれ一般の評論家と変わらなくなくっっちゃってね、えー、法律家の仕事じゃなくなっちゃうから、まあ、まず事案見ても結論こうだって価値判断から決めてあとは法的に説明するんですよ、そこを、ねえー。で、その法的に説明したものが一応、審理則って言葉をつく使ってさなんとなく法律,法律論っぽいしてることをこう出していくわけですよね。というわけで、えー、この産業面とこですけど最もなあとね債務者は審理則上、えー、債権者に不利にならない限り一応利益考慮の規範なんでね債権者に不利になっちゃうときはさすがに正当化できない。 特になんか別のものにこう変えてもね特定後にそのね特種類物の特定後に別のものに目的物を変えても特に債権者に不利益にならなければさ別になんかそこのところ固執する必要ないじゃないですかしかも債権者にとってはさ、まあ、ここでね債務移行責任だって,って債務移行で損害賠償だ契約解除だやるよりさ、まあ、別の代替物を、えー、ね くれた方がまあいいわけで、まあ、例えば皆さんのさっきのナスの話だったら皆さんすでにナスをさ、まあ、どっか売ったって話でさで一応なんかじゃあそれがあの、ね、特定されたことにしましょうか何かのこう特約で一応じゃあ運送会社のところにお願いしたところでもあの一切の責任免れるみたいなそういうのが役場に例えばあってさで一応そういうところから契約解釈するともうその運送屋さんに皆さんがナスの配送をお願いしたところで一応特定したってことがまあ評価できるなってそういう仮に事案だとしたらだよちょっと家庭の話だけどね。 くれっていう人に皆さんはそのナスをやっぱりああ食べてもらいたいなという気持ちがあるんだとしたらさ、まあ、別にそれを否定する理由はないですよね、皆さんさえ良ければって話でねあとあの向こうの方もさあのナス食べたいと思ってるわけでそこでなんかあの,の,なんか他のね問題にしたってしょうがないわけでそのナスの引き出しを受けるということ以外の問題にしてもしょうがないからであれば、新規則という適当な言葉を使ってね、まあ、そこでまあその代替物の請求できるようにした方が妥当な結論になるんじゃないかっていう話なんですよね。というわけであのそういう形でこういう法規案というのは成り立ってますんでね。 さてじゃあ今度次のテーマに行きます19ページ、テーマ3、弁済の提供と受領地帯、これ一緒に見ると、ね、あの理解が深まりますよね、えー。条文は全然違うところにあの書いてあるんだけどね、ね弁済の提供と受領地帯、で事案処理するときに常に両方同時問題になること,ることが多いので、ねえー、こちらをは見ていきましょうか。でまず、えー、縦1の各1の矢印のところですが、えー、債務者が債務を履行しようとしたのに債権者の都合で債務の履行を完了できない場合は、えー、これ債務者が、ね、これ履行地帯責任などの債務履行 責任を負うってこれ妥当じゃないんですよね、まあ、例えば皆さんがナスを売るあのなんか売り主だとしてでも弁済提供したのになんか相手が受け取ってくれないということでさで受け取ってくれない以上はまだあの皆さんの,、まあ、あの売買契画に基づく目的物の引き渡し義務の履行が完了してこない,いないことになりますから、まあ、履行期経過しちゃうと債務の、ね、履行ができていない履行地帯状態になっちゃいますよねだけどそれで皆さんに、ね、履行地帯ということで債務履行責任を負わせるのは妥当ではありませんってことでね、まあ、そういうことで条はですね。行目 債務者は弁済の提供の時から、えー、だから、ねえー、その給付を完了しなくてもです、ね、弁済の提供という行為さえすればあその債務を履行しないことによって生ずべき責任をまあ免れるんだという形で、ねまあ、妥当な結論を図るための理論構成が最初からまあされているわけですねだから受験生はラッキーですよねあのこれをわざわざ答案に最初からゼロのところからスタートして規案立てないでいいからこういった今みたいな場面の利益考慮を,利益考慮をするための、ねえー、ツールが492条だってことさえ理解していれば、まあ、なんとか現場で使えるわけですよ。えー、でここののメモのとろですけども えー、債務者による弁済の提供とあと実際上債権者がね受領地帯弁済提供してるのにねそれ受け取ってくんない受け取んないみたいなね債権者がってことで債権、えー、者による受領地帯は、まあ、実際上これ同時に問題になることが多いです、えー、で論文試験では弁済の提供の効果を発、まあ、する時はね、えー、弁済の提供の要件を検討しだからあとで効果を覚えてもらうことなめだけどね <laughs> あの論文試験で今何が望まれてるのかってことでそこをちゃんと自分であの判断してね、えー、でその望まれてる効果を導く制度の方の要件を検討 そうすると、弁済の提供の効果を中心に、これ求められてるなって思ったら、弁済の提供の要件書いて答案にね。で、当てはめして、で、効果が出ますよ。えこれどっちかと、受領自体の効果を求められてるなってことになったら。まあ、受領自体の要件書いて、で、当てはめして、で、受領自体の効果発生させるみたいなね。まあ、そんな感じで、まあ、やっていけばいいわけですね。で、覚えてもらいます。この後。じゃ、あ次のページいきましょう。二十ページ。まずね、要件、要件ですね。弁済の提供の方法ってことで、これ要は弁済の提供の、まず要件なんですけども。 まあ矢印のところですね、弁済の提供の方法、まあ、要件については493条です、これ、面白いですよね、効果、492条に効果が書いてあって、その後にあのに要件が書いてあるのね、一緒に書いておいてくれればよかったんですけどね、まあ、残念ながら、あのこれ、ちょっと分かれちゃってるんですよ、条文がね。で、そこで矢印のところですけど、まあ、弁済の提供の方法、要件について、493条は、弁済の提供は債務の本質に従って、現実にしなければないと、ただし、債権者があらかじめその受領を拒みね、または債務の履行について、債権者の行為を要するときはね、 弁済の準備をしたことをまあ通知してその受領を催告すればまあ足りるってことね。でこのの条文の 意味なんですけどもこの2段落目今の1個目目のののブロックの2段落目のところですが、まあ、弁済の提供を、ねまあとでやりますけど次のページにあるんですけどが、ね、一番大きい効果っってやっぱその債務履行責任を免れるって話でね、えー、その履行完了しなくても履行自体責任を負わないっていうのが結構大きい効果だと思うんですけども、まあそういうことをね正当化するにはどういう行為を債務者に要求すべきかって話になってきてでそれが今の 1, 段1個目のブロックの2段落目でね、まあ、条文に最初から書いてくれてるんだけどね、えー、弁済の提供は債務の本主に従って、まあ、現実に提供するのが原則になりますね。 そのね、次のページの弁済の提供の効果で1、まあ、つ言えば、ね、債務履行責任を免れる、まあ、特に利行地帯責任を免れるというのが主なあの具体的な場面で問題になる効果なんですけどが、まあ、そういった利行責任を、ね、地帯責任を免れるということを与えするには、ね、やっぱその現実に提供することだと。そししてて例外として 例えば債権者があらかじめ、受領拒んでたらさ、減税に提供することできませんから、まあ、法は不可能を強いないんでね、えー、まあそういう点でね、常に減税の提供がなければ、えー、その地帯責任を負うってなると、ちょっとかわいそうなんでね、丸、えー、1例外としてね、丸1債権者があらかじめ受領を拒み、あるいはね、丸2取り立て債務など債務の履行に債権者の行為を要する時は、まあ、こういう時にだって、減税の提供を要求してもしょうがないからね、あのしようがないから。 まそういう場合はその口頭の提供でまあ足りますとで口頭の提供はまあ準備と通知という,ふうにあの言われてますねでさっき、種類物債権の、ね、取り立て債務の特定要件として分離、準備、通知というのがありましたけどこちらの分離はあの不要です、ここちらののところはね。その分離がなんでいるのかといったらその何でですかという効果から来てたでしょ全館注意義務とかその、えー、消費権移転の効果が、ね、どこに発生するのかが分からないんだということで、まあ、そこで そのの分離っててものを要求してたじゃないですかただそれだけだとねちょっと債務者に無限の調達義務ここから免れさせるにはちょっともう足らないんじゃないかってことでそこで準備や通知っていう要件をまあ足しましたよね先ほどね、まあ、それとそれのノリでいけばさ、まあ、今回別になんかその所有権移転とかのそういう話してるわけじゃないから要は債務者にメリットその地帯責任から免れるっていうそのメリットをね与えるにはどれぐらいのことを債務者に要求するのかって話なんですけど、まあ、そういう点では別に分離までなくてもいいじゃないかっていう話になってくるんですよね。とというわけでその要件って効果とすごく相関関係になる 重、ね、いそのメリットのある効果であればあるほどそれを満たすための要件は厳しくなりますし、えー、その効果がちょっと語弊があるかもしれないけど大したことがなければ <laughs>、まあ、要件の方もそれなりに、まあ、充足しやすい、ね、大したことのない要件になりやすいということは、ね、これは別に民法に限らずすべての科目がすべ、まあ、ての法律がそうだと思うんですけどね、まあ、そういう構造になってますよね。で、えー、このあとね、えー、弁済の提供の効果いきましょうか21ページのところを見てください。 弁のの提供の効果ってことこでまずね一番大きい効果はねこの一債務履行責任の面積ね具体的には特にやっぱり履行地帯の場面でねあの弁済の,の効果っていうのが発揮されますね特にこう債務履行責任の中の履行地帯ですね履行期過ぎちゃっても弁済の提供の要件さえ満たせる満たしてれば履行地帯責任を負わないっていう形でね履行、えー、地帯で損害賠償請求されたりとかそういうことされないみたいなそういう形で具体的な場面ではこうね、えー、取り上げられることが多いですねあと二のところですが これは条文がないんで、ね、もうここはだから受験生が対立利益をこう考えて、えー、自分で規範立てないといけないところなんですけどで結果の公平の観点から同時利口のね公弁権相手方のその同時利口の公弁権を奪うというね弁済の 提供すれば例えば売買契約総務契約だからさ、まあ、同時以行の公弁権ありますよ相手方にね、えー、だけど皆さんが弁済の提供をすれば、まあ、相手方の,その同時以行の公弁権をまあ奪うという、ねえー、ことがまあできるということになりますねこれは明文の規定がないんですけどね、えー、まあ明文ね再建法改正の時にやっといてくれればよかったんだけどねここはまあ以後もね一応立法者の,あのまあ言い分ですけどここのところはまあ以後もね今後もちょっと解釈に委ねていくんだってことでもっと議論してくださいというところで、まあ、そのまま明文化されませんでしたね一応基本的にはねこの明文ないんですけど公平の観点から相手方の同時以行の公便 免許奪うという効果が出るというふうに言われてますね。まあそんな感じのとこね。で今度ね次です。受、え、領、ー、地帯ねこれ電車の提供と受領地帯一緒に抑えていくというわけね。 大体論文式の事案処理するときは、一緒に出ることが、あの、少なくないからね。えー、弁済、債務者が弁済の提供したのに、債、債権者が受け取ってくれないと、事業自体になるんで。ええー、大体だってさ、弁済の提供して債権者が受け取ってくれたらさ。まあ、わざわざなんか、弁済の提供の効果っていう形で議論する必要ないですよね。だって、もう、あの、履行そのものしてればさ。弁済の提供の効果なんか、全部生ずるから、当然のことながらね。しかも、それ以上の効果が生じますよね。もう、以後、債務を一切免れることになりますからね。履行完了すれば、債権者が受け取ってくれてね。だから、まあ、通常、わざわざ。 その中途半端なところの弁済の提供がどうのこうのなんて答案に書くときなんてのはだいたい事量自体も一緒にあるんですよだいたい事実上ねもちろんあの概念としては条文上の位置づけ全然違うところにあるからねもちろんその概念としては違うんですけどただ実際の事案処理しようとしたときに、ね、一緒に出てくることがあの少なくないという話ですでそこでだから、ね、一緒に勉強しています、えー、縦にの各地の矢印のとこですがこれ一段落目のとこだけまず見ていきます えー、受領自体とは債務の履行につき、えー、受領の受領その他債権者の協力を要する時に、ねえー、債務者が債務の方針に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、えー、債権者がその債務の履行を、ねまあ、拒絶するということであるいは、受領できない時、ね、だけど債務者が弁済の提供をしたのに3行目債権者が受領を拒絶しちゃうか受領不能状態になっているような時ですね。 でそういういに3行目の終わりから4行目のところですけが、まあ、受領地帯によって生ずる不利益や負担を債権者が引き受けなければならないとする制度ね、ね、まあ、これが受領地帯のまあ制度ですよということになりますね。で23ページのところですが受領地帯の要件ですね、まず、ね、1つが、この丸1、これ弁済の提供です、債務の本質にしたかった弁済の提供ね、ねまず弁済の提供がまあされますと、そして丸2でその今見たね債権者の受領を受け止またはまあ受領不能ということに今なってきますね。 で、この後ね。ちょっと次のページ行っちゃいますえー。24ページ事業地帯の効果ですね。で、ここであのさっきの弁済の提供とね。ちょっとこう区別して、あの債権法改正前はね。弁済の提供と受領地帯がこれ、表裏の関係にあるんだって。ことで、同じ事象を債務者の行為に焦点を当てたら、それが弁済の提供でで同じ事象を債権者のその行為ね。受領しないっていうか。 行為のところに着目すればね、まあ、それが受領主体だったことで同じ効果が発生するっていうのに言われてたんですけど、再建法改正によってそのもう条文上ですね効果が整理されたんですよね。まあ、そこでこちらの24ページがこれが受領主体っていう側面にね同じ事象なんですけど、えー、今回その再建者が受領しないっていう側面に当てた、えー、のところにねこうちょっとスポットライトを当てた場合のその出てくる法的効果の話になってきます。でそれがまずね2個目のブロックでこれ最終的にはねあの覚えてもらうことになるんですけど。 まず丸一年債務の目的が特定物の引き渡しであるときはね、まあ、種類物が特定したあとも同じです、えー、債務者は本来はまあ全管注意義務を負うんですけどね特定物に関してはね引き渡し全管注意義務を負うんですけど、まあ、履行の提供をしたときからその引き渡しをするまでですね要は簡単に言えば注意義務の軽減ですね公平の観点からね注意義務が軽減します、まあ、事故の財産に対するのと同一の注意ねで一応角ばった角でこのね事故の財産に対する同一の注意っていうのはどういうことかっていうとねちょっと意味書いておきましたけど全管注意義務の まあ、つい概念でありまして、まあ、自分の物に対するのと同じ注意、気遣いをすれば、まあ、足りるっていう意味ね。本当に大雑把に言えばね、あの、本当大雑把に言えば、こんな感じのところなんですけど。で、そういったね、事故の財産に対するのと、同一の注意を持って、あの、ブを保存すればね。えー、その注意、疑問違反はないよと、と債務履行責任を、問われませんよ、ということになってきますね。これでもラッキーですよね。あの、債権法改正前、これで、あの。 名文になかったから受験生が自分で趣旨から規案立てていかなきゃいけなかったのに今、これ、あの名文にありますのでね、えーまあ、そのまま条文を、ね、使って処理ができるようになりましたねただ、もちろんその背景にはその公平の観点ねやっぱ利益考量上の公平の観点というところが出てきているんだということがちゃんと理解できていないと、当てはめするときにやっぱ、ね、その妥当な当てはめができないんですよね。その 本来、この規範が、ね、予定しているような結論にならないことになりますので、まあ、意味はね、ねちゃんとねいくら明文化されたからといって、ねえー、ちゃんと趣旨はねその従来どおりを抑えておかないといけないところであります。そして今度 ② えー、履行の費用が増加したときはその増加額はね債権、まあ、者の負担になるんですけどこれもやっぱ公平ですよこうするのがね、えー、なんか皆さんがあそのナスをじゃ売りますってことでナス売ってさところがじゃこれがじゃ取り立て債務の事案でさ債権者が取りに、まあ、来てくれない弁宜の提供としては口頭、まあの提供でいいでしょ取り立て債務の場合は、えー、で口頭の提供したのに、まあ、取りに来てくれないってことになると、まあ、保管する費用がかかりますよね、まあ、ナス1個ぐらいだったら大した費用じゃないんだろうけど、まあ、皆さんが農家やってたとしてさなんか大量なナスを売ってね作りまくったナスを大量にまあ売って 取りに来てくれないということになると、まあ、保管費用もバカになりませんから、まあ、そういう、ね、その保管費用増加額のところを請求できるというのが413条の2項で明、ね、文化されておりますね。 ですいません。この下に例えばってね。ちょっと令和4年の担当試験の問題ね。あの、ちょっと先週、試行あの試,行試験の予備試験の担当試験があったんですけど、あれをちょっと入れておこうかなと思ったらね。あの間違ったところに入れちゃってね。この例えばは丸2のところにある。例えばはこれ全館注意義務の話なんでこれ丸1の例になります。<laughs> すいませんでした。これね、ちょっと間違って入れちゃったえー、まあ、申し訳ないですけどね。これ丸1の例になりますんで。 まあ読んだら中身分かりますから一応読んでいきます例えば、飼い主が目的物を受領することができない場合売り主は利行の提供をした時から引き渡しが完了するまで契約および取引所の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって目的物を保存しなければならないこれ、丸ですよね、丸1の効果がただ書いてあるだけなんで、これ丸ですからね。というわけで、これ、丸1の例でした。すすませんででしたさて、ね、今度 ③ です、えー ③ えー、履行の提供があった時以後ね、えー、に、当事者双方の攻めに行きすることができない。自由によって債務の履行の不能ね。債務の履行は不能になった時、ここもちょっと皆さん価値判断いか持ってもらった方がいいと思うんですよね。皆さん、ナスの売り主でで弁済の提供ね。じゃ例えばその取り立て債務なんでまあ、口頭の提供はしましたと準備して、ね、通知をしました。でも相手が取りに来てくれません。ってことでね。まあ、今、受領地帯状態になっちゃってるっていうまあ、時にね。その時に両者のね。その売買の両当事者の奇跡自由によらずにですね。無奇跡でそのブが滅失してしまった時に。 その物ののの危険はどっっちが追うべきなのかって話ですよねでこれ皆さんおっしゃるかわいそうだよね、その売り主の方にね、今誰が悪いかって言ったらその、えー、受領しない、皆さんが弁済の提供資にもかかわらず、それを受領しないね、飼い主の方が悪いわけですから、その銘質の危険は、やっぱりその飼い主の方にね、危険の負担をさせなければいけない、そのね、銘質の責任を飼い主の方に負わせなければいけないんだっていう価値判断が出てくるんじゃないかと思うんですよ、でこれ、ラッキーなことに、まあ、条文で処理できちゃうので、今の価値判断をさ、あの一から規範で自分で、ね、論調していかなくても済むんですよ、今はね。 でそれがこの丸 ③ のところを、ね、もう一回読んでいきましょうか利口、えー、の提供があったとき以後当一総合に責任することができない自由によってその債務が利口不能になったときはその利口の不能はこれ債権者あ危険負担の話なんですけど危険負担の場面では利口不能になった債務を基準に債権者とか債務者という言葉が出てくるんですよで売買契約の場合って あの代金の支払い債務って履行不能が観念できないんですね。単にその履行が遅れてるだけっていう形で評価されちゃうんで、あの金銭債権の場合はね。不能が観念できないんで、まあ単に履行地帯っていうように、あのね、例えば。実際情報はお金がなくて払えませんって、履行不能のつもりかもしれないんだけど、法的に見たら履行不能にならないんですよ。履行地帯なんですよね。だから売買の場合って結局履行不能になる債務っていうのは。物の引き渡し債務しかありませんので、その物の引き渡し債務を基準に。危険負担でいうところのね、その危険を債権者が負担するのか、債務者が負担、負担するのかっていう話のその債権者、債務者っていうのが。 ま決まってくるっていう話になってくるんですよね。それで物の引き渡しが基準になってきますね。で物の引き渡し請求権を持っている債権者って買い主じゃないですか。だからそのここで言うねその危険を債権その不能の危険を債権者が負担するべきだっていうのはそれはその買い主の方がねまあ、それを負担しましょうという話になってきますよね。 さてじゃあそれでちょっと、ね、あの言葉の確認はできたとして、えー、このもう一回、丸3読んでいきましょうか履行、えー、の提供があったとき以後に当社双方の責めを負うことができない自由によって債務の履行不能になったときはその履行の不能は、はい、これ債権者で今言ったようこれ、飼い主を意味しますので、ね、条文上債権者って書いてあるけどあの売買の場面に適用するんだったらこれ飼い主になってきますね履行不能になった際も基準に債権者、債務者が決まります危険負担の場面ではね。というわけで債権、まあ、者は過去、飼い主の責任をべき自由によるものとみなされます。 その結果、ね、他の条文にになげて事例が処理されるることになるんですね何、えー、でかというとこれだって、えー、これさ、債権者の責めに期すべき順に見なされてじゃあ何なんだって話じゃないですか、これツッコミ入りますよね、まずねこれ、これあるのはいいんだけどさ、これでじゃあこの事例どう処理されるんだってなっちゃうから、このあとね、もっとこう話をつなげていかないとね、論文試験の事例が処理できないんですよで。そこで、あとはちょっとケースバイケースでね、場合分けしていくんですけど、かっこ ○3 のハイフン1で、えー、例えばね、この債権者は、まあ、基本的には、 その反対債務の履行が拒絶できません。受領地帯中の物の名質はやっぱりこのね受領地帯したやっぱ買い主がね債権者が、えー、その危険をまあ、えー、大武器なんでまあ不能になっちゃってもねだから物もらってないんですけどその代金債務は免れられないとその履行拒絶ができないということになってきます。でこれあのさっきご紹介した五百三十六条二項です。ここにつながっていきます。その不能が債権者の帰責自由によるものだってことになった結果先ほどご紹介したあの履行不能の効果でご紹介してますけどねあの。 536条2項がここでも適用されるということになりますねそして、えー、今度「カッコマル3-2」で、えー、このね債権者は履行不の理由に契約解除ができませんこれは543条で明文化債権法改正で明文化されましたあの今さ債権法改正の下ではあの債務不履行の解除をするときに別に債務者の軌跡性はいらないんですよねそこは大きく変わりましたであとはあの従来解釈論でやってたんですけど例えばそのね債務不履行が債権者の軌跡自由になるときというのは、まあ、明文の規定がないんでそこはちょっと 従来、ね、公平の観点からこう考えてたんですけど、まあ解除権をそれであの、ねえー、その債務不履行に債権者がこう関与して責任あるのにそれで債権者が契約解除するっていうのは明らかに公平じゃないんで、まあ、今まで解釈でれてたんですけどそれはね今、543条のほうにあの明文化されてますんで、ね、こういった場面での今みたいな利益考慮です、ね、妥当な結論を導くための理論構成として、まあ、543条にあの明文化されてますので今はこれを使いますね。というわけで、ね、随分楽になりましたよね、債権法改正によって受験生の負担がまあ減ったんじゃないかと。 ってこういうものがルール化されてるのかというのは理解しておかないといけないんでね。まあ、そういうわそういう,うにあの考えるとまあ本当に楽になったんだろうかっていうねあのところはありますけどね。えー、でもまあなんかね条文をそのままこうねあの参考にできるっていうのはだいぶメリットが大きいかと思いますね。 さてで今度ね、えー、丸四はちょっと細かい効果で、えー、例えば債務者の弁済供託権がまあ発生すると、まあ、これ、供託っていう項目で通常勉強するんだけど、供託するとまあ要は債務履行したものとしてあの扱ってもらえるんでね、まあ、当たり前だけど債務履行責任免れるとか、いろんなまあ大きなまあメリットがまあ,あるわけなんですけど、ただ、それゆえに、供託ができる要件っていうのは結構厳格なんですよね。 だけど、この事業地帯があれば、弁済供託ができますよという形で、まあ、今、明文化ね、その利益考慮をするという観点から、えー、その弁済供託の要件としてね、事業地帯というのが挙げられてますということになりますね。今後、やっぱり利益考慮の結果なんですよね、事業地帯の時に弁済供託っていう、この弁済供託によって債務者は債務を免れられるわけなんでね、弁済の提供どころじゃないんですよ、弁済の提供したからといってさ、地帯責任を免れられても、まだ、まだほら、履行義務は追い続けますから、弁済の提供だけだとね、地帯責任を免れても、まだ給付義務完了したわけではありませんから、 ま,あまだまだその重い責任を負うんですけどただ、その供託ができるってなるともうその債務履行したものとは扱われますので、えー、その、ね、給付義務を完全に免れることができるんでかなり大きな効果なんですよ利益公量的な発想からまあ見たときにね。ねでこの事業地的要件があることによって、ね、こんな効果がまあ正当化されるって話ですね。そして これも名文の規定がないんですけど公平の観点から債権者の同時以行の公弁権を奪うって話で,でこれちょっと本によってね次のページのメモも,も含めて書いてあるんで、まあ、あまり細かいから気にしなくていいんだけどあのその今のねそのル 結局、弁済の提供と受領地帯って同時に問題になることが多い,多いって話しましたよね、さっき事実上ね。で、その時にそに相手方の同時以降の公弁権を奪うという法的効果を導くために、じゃあこれ、弁済の提供から発生した効果っていう風に理論的に説明するのか、それとも受領地帯の効果からあの発生する効果なんだって感じで理論構成するのか、まあ、どっちなんだって話になってくるんですよ。で、結論、本によってバラバラ、ここのところは。で、じゃあそのバラバラなのがどれぐらい実益のある議論なのかって言ったらさ、その結局、妥当な結論を図るためにこう考えてるわけで、まあ、そういうのを見た時に、別にどっちからの効果だってか わわないわけでね、えー、その論受験生が論文試験で事例処理するとことを考えたときに別にそれが、ね、相手方の同時以降の公勉権を奪って法的効果が、まあ、弁済の提供から発生するのか、受領事業自体から発生するのかってそんな,ような細かい話でね、えーまあ、結局、どっちかから,から公平の観点から導ければ論文の試験はまあ処理できるっていう話になってくるわけですよねだから受験対策上は両方の効果として覚えておいてくださいだから私のテキストは弁済の提供の効果としてもこれを紹介してますし、まあ、受領事業自体の効果としてもあの紹介してます。し私の個人的 発生させればまあ十分なのかと思いますねそれはなぜなら事業地帯の成立要件の中に弁済の,の,の,の提供が入ってるんでねなので事業地帯があったってことは当然もう弁済の提供してることになるんで、まあ、それゆえ弁済の提供の効果から同時に降の公弁化さえ認められればさ、まあ自ずと事業地帯があった時にそのもう弁のあの相手方の同時以降の公弁権があの奪うっていう効果が出てくるはずなんですよねだからまあ理論的に言ったら多分そちらの弁済の提供の効果っていうところからあの発生するっていうのがまあ筋が通ってる可能性はあるんだけどただね これちょっと受験的に考えた時に要はその事案処理する時にですね 今、その債務者の行為に、その債務者の弁済、弁済の提供という行為にスポットを当てて、まあ、各場面なのか。それとも、その弁済の提供したにもかわる債権者が受領しないっていう、その、債、え、権、ー、者のね。受領地帯のところに、こう、スポットをあげて,て、当てて、書くべきなのかということで、やっぱ、その問題ある程度筋が。こう、決まっている時があるんですよね。で、そういう時、やっぱ、その受領地帯中心の、まあ、事例の時にさ。まあ、わざわざ、なんか、債務者の行為がどうたらこうたらって、少し、あの、文章が長くなっちゃうから。であれば、その、まあ、受領地帯の、効果としてね。その相手方の同時以降の、こう、勉強を奪うんだっていうことを導くのも、別に、おか。 かしくはないんだと価値判断的にね、まあ、おかしくはないんだということを分かっておけば、まあ、要はじその試験時間内に、ですね、まあ、ちゃんと答案かける可能性が出てくるので、だからそういう意味では、やっぱり柔軟にね、ここのところはあの受験対策上ね、まあ、理論はこうなのかもしれないんですけど、まあ、でも受験対策上はまあそれでもいいんじゃないかっていう、ちょっとこうね、あの頭をやるらかくして考えてもらったらいいと思うんですよね、でここがそんな本質的に違うところかって言ったら、絶対そんなことないからね。公平の観点から結論を考える時に 連載の提供をしたら相手方の同時以降の公便権が奪われるべきだし事業自体をまあしちゃったらやっぱその相手方の同時移の公便権が奪われるべきなので事業地自をした人は同時以降の公便権が奪われるべきなんで、えー、その結論の妥当性を考えた時にです、ね、別になんか不当な結論になるわけじゃないからそんなあの心配しなくていいって話なんですよね。 とだけでどこにこだわるかなんだよね。よくさ、なんか本読んでて、微妙な表現の違いのところ、すごいこだわっちゃう人がいるんだけど。それなんでかというと、本質が分かってないからなんですよ。本質が分かってたら、その細かいことと、本当に気にしなければいけないことっていうのは、多分違いが分かってくると思います。さっきの、例えば、あの特定の要件ね、取り立て債務の時、あの四百一条二項でさ、物の給付ね。するのに、必要な行為完了したって話でさ。で、あれ、やっぱり、その分離と準備と通知って、全然、ほら、違う。あのね、価値判断から、それぞれ要件が出てきてるじゃないですか。分離のところは、その衝撃移転効、の効果とか。 人間のの発生の対象がかかんないからねだからまあ分離いるんだって話でさで準,備準備と通知って別にそういう理由で出てきてないですよねその債務者を無限の調達義務から免れさせるに値するような行為というのは何なのかっていう観点からその準備や通知というのが出てきてますから、まあ、そういうところちゃんと本質的なところを理解していれば何が細かいことで何が大事なことなのかっていうのは多分おのずとまあ分かってくるんじゃないかと思うのでね、まあ、そういう本質をちゃんと勉強していればね、えー、こんなところはこのあ気にしなくていいですよってことですねさて、えー、ではね。 今度26ページを見てくださいこれ、受験生が1回ちょっと、ね、はまっちゃうところだと思うので1回説明していきましょう。26ページ。で、これちょっとね、あの順番的に言うとこれ、この通り順番通り読むと分かりづらいんですよ。で、まずね、1段落目のところを、これ、丸1って横に振って、でこの中のところは、4。 でこの下の「また」っていう段落は「○」で一番最後の「上記の413条の2第2項ドータルコータル」って書いてるのがこれ ③ で「○」でこの順番でちょっとこう見ていくと分かりやすいですね、まあ、これ後で私の即死部とコーのテキストの時までに、ね、ちょっと順番調整していこうと思うんだけどね、えー、このまま読むとね分かりづらいなと思ってさっき読んでねちょっとあ分かりづらと思っちゃって <laughs> ちょっと順番をあの工夫してみようと思いますでそこでえちょっと今のね順番でいくと26ページのまず最初の1段だけも見てください えー、これねちょっと似たような条文があるんですよ413条の2の第2項と567条2項の前段これ似たようなあの法的効果を導く条文なんですけどこれどういう関係にあるのかということが分かってないと論文試験の時に間違っちゃうんですよねその適時すべき条文を、まあ、間違ってしまうということでこれは痛いですこのねあのダメージがで,痛いのでかいのでね、まあ、そうなんないようにするためにちょっと整理をしますでそこでまず1段落目のところですが飼、えー、い主の受領主体中に目的物が捻出した場合におけるね売り主の代金支払い請求権の奇数ね、えー につきまましてまず条の2の第2項は債権者が債務の履行を受けることを怖いまたは受けることができない場合において、まあ、つまり、事業自体があった場合だよ、ね、において履行の提供があったとき以後当事者双方の攻めにくくすることができない自由によってその債務の履行がでこれ不能ってのをちょっのを、ね、色塗っておくといいかもしれませんちょっとこうどこがポイントになるか少し文章が長いから分かりづらいじゃないですかで、まあ、とにかく不能のときの処理の仕方が書いてあるんですよ、ね、履行不能になっちゃったのの処理の仕方が書いてあります。 というわけで、まあ不能となったときは、その履行の不能は、これ危険負担の条文です。債、え、権、ー、者の責めに来すべき自由によるものとみなすというふうに規定してますね。事労地帯中にその物を滅して、その引き渡し債務が履行不能になっちゃったときは、その不能はね、ね、えー、その債権者、つまり物の引き渡し債務の債権者だから、えー、その飼い主の方ですよね、えー、の、えー、責めに来すべき自由によるものとみなされるということで、これで公平が実現されるわけですよね。えー、でこの後、その結果、債、え、権、ー、者の責めに来すべき自由によって債務を履行することができるの なくなった時は再建者は者反対給付の利口を込むこととができないというさっきのね536条にこう前段がまあ適用されて、えー、で例えばねこんな感じ売り主が買い主に売買契約に持つき代金支払い請求をすると買い主は目的物を受領していないことを理由に代金支払い請求をね、まあ、拒めないということで、まあ、物もらってないんだけどお金払わなければいけないというまあ状況になっていくんですよね。というわけでこれがまず事業自体のの効果の一つになりますでこれと似たような条文があるんですよ。それが 今度ね、この中の下のところになります。そして、ちょっとごめんなさいね、中、この中のところも、このまま言おうともね、あの、なんかわかりづらいなと思っちゃって。えっ、ー、と、この中の。 下のところのまたっていう段落はこの五行目のところで、えー、このちょっと太字ありますよね会議室の代金支払いを拒むことができないとの規定に続けてでねここでちょっと改行してまあ実際改行して文書つながるわけじゃないんですけどここで一回ちょっと文書を切っちゃってでこれをあのさっき丸一丸二丸三丸四って記号を使っちゃったんでこの改行した後ろのところを例えば丸 A まあとにかくあの丸一丸二丸三と同じ記号を使わなければいいですごちゃごちゃにならないようにね要はこの同じ丸二の中でもちょっと分けたいんですよ。 でこのまたっていうところを例えば、あの丸 b にするということで,で A から B の順番で行った方が分かりやすいと思いますね、このままあの読むよりねで。そこでちょっとね、じゃあ、a ってつけてもらったところ、つまりこの今のテキストの状態だと、またと書いてある段落の下から5行目の終わりのところから下から、ねえー、4行目のところにいきますけど、売り主がこれ、条文なんですよ要は、あのさっきと似たような条文があります。 売り主が契約の内容に適合する目的物を持ってその引き渡しの債務の利行を提供したにもかかわらずほら、事労地帯の場面だから一緒なんですよ、さっきとね、事労地帯の場面なんです。売り主がもう一回読むとね、その丸 A って書いてくれたところ、売り主が契約の内容に適合する目的物を持ってその引き渡しの債務の利行を提供したにもかかわらず、飼、えー、い主がその利行を受けることを拒み、または受けることができない場合によって、ことでねさっきの事労地帯と同じでしょ、その上の一段落面ところで一緒でしょ、百十三条の二の第二項と一緒でしょ。で、その後その履行の提供があったとき以後に当事者双方の選 見にくすることができない事由によってその目的物が名質損傷した時も全項と同様で,でその全項がこの「丸 B」って書いてあのもらったとこですでこれでこのまたの段落の1行目から読んでいけばいいんだけどまた上記413条の2第2項と536条2項前段の組み合わせと同じような効果を導く規定として今読んだ567条2項っていうのがありますそして同2項はでほら2項の要件を満たすとこの1項の効果が生ずるんですよでそこでこでの1項 に行くわけですね、えー、というわけでこの次郎地帯の場面ではね、まあ、413条の2の第2項を使うのか567条の2項を使うのかってことでまず自分で判断できなければいけないんですけど567条の2項の適用場面だっていうふうにあの自分が思ったんだったらその567条2項の今「A」って書いてくれたところが567条2項なんだけどその要件を満たした時の法的効果が条の1項に書いてあるんですよだから2項から1項の方に読んでいけばいいわけ567条についてはね。1項かからら読んんと分かりづらいんで 項項から1項の順番で遡って読むとと意味が通じやすいとでそれに対してこのテキストは条文の順番通りに書いちゃってるんで1項2項の順番で書いちゃってるんで、まあ、ちょっと分かりづらいなと思いました。だけど後でまあとで直していきますけどね矢島の促進不動産の時までにねで。そこで結局とにかく治療時代の時の法的効果が567条1項にありましてでそれがまたの段落の2行目「えー、同2項」は「同1項」の売り主が買い主に目的物のでこの「 ちょっとっ書きの中が大事なんですけどねこれ、条文に書いてあるんだけど売買の目的として特定したものに限る以下、この条において同じだから今、先に読んでもらったあの2項も当然含まれてくるわけね567条の2項もこれ含まれてるわけで、まあ、売買の目的として特定したものにも限る以下、この条において同じでその法的効果をまとめあの,の要点を言うとこのまたの段落の5行目で太字のところです飼い主は代金の支払いを拒むことができない、まあ、つまり利行拒絶感がないっって話ねだかららしちゃ,しちゃったらとにかくあの再建者は拒絶ができない。 その自分の代金支払い義務ねだからそういう点で一段落目のところと、ね、413条の2の第2項で処理された場合413条の2の第2項と536条2項の前段の組み合わせによって事例処理した時と567条2項でスタートしてねで1項の効果を生じさせた時とで同じなんですよね。結局その地 中に仏がめしてしまうとね、えー、その受領地帯をしてしまった飼い主はあその代金支払いを拒めないだから物をもらってなくてもお金を払わなければいけないんですよという効果にまあなってくるわけなんですよ。でそうなってくるとほら論文事件を処理するときにさこれどっちでいくんだってな,なりますよねこう同じ効果を導いてるわけですからね。でそこががヒントになるのが えー、このね最後の段落のとこです。えー、上記四百十三条の二第二項と五百三十六条二項前段とですね、その先ほどの五百六十七条この二項の関係なんですけど、これはもう条文の文言に着目して五六七のさっき一項のところでさ、あの。 売買の目的として特定したものに限る。以下、この本条において、この条において同じってなってるから。特定物の時は、同じ法的効果を導くんでも、特定物の場合は五百六十七条の二項を使って、で、特定物以外の場合は。その名室の、まあ、ね、履行不能の、危険を、お、四百十三条の二、の、お、このね。法で処理をしていくという感じですね。四百十三条の二の、第一項と五百三十六条二項の前段の組み合わせで、まあ、処理をしていくってことになります。で、そこで賢い皆さんはね、あの、今ね、あの。 ののね、567条の2項ってさ、まあ、要は特定物あるいはまあ種類物が特定した後でもいいんだけど、まあ、いずれにしろそういったもともと特定物あるいはその種類物が特定した後に、えー、その受領地帯中にね受領地帯があって受領地帯に物が滅失した場合、えー、それは飼い主が危険負担するんだ代金反対給付義務を拒めないんだ代金払わなければいけないって話なんだけど、まあ、逆に言うと413条の2ってあのじゃあどういう時に使うんだと特定物あるいはその種類物が特定した時それが滅失で不能になった時は500 567条,56条の2項を使うんだけど種類そ,もそもそも種類再建って不能にならなないいじゃないですかだから結局特定物とその種類債権の特定後の話を567条の2項でカバーしちゃったら実際情報それ以外の受領地帯の中に不能になるってことはないんじゃないかと思いませんかって話なんですよねじゃあ皆さんに問題です本当にそれ考えていいんでしょうかって言うと今日債権法の全体勉強しましたけどあの制限種類債権ね あれって種類債権でありにもかかわらず不能になりますよね。特定前にだから不能になることがまあるって話なんですよ。だから、特定物やその種類債権の特定後の意味受領地帯中にね。その物が不能になったときはま567条の2項で処理すればよくてで、その限定種類債権。これはそのまあ特定前にあの不能になることがありますんで。 まあそういった時のその受領試題中にまあ不能になったという話になった時にね、まあ一応その四百十三条の二の第一項と五百三十六条二項の前段の組み合わせでまあ事例を処理するっていう感じになってきますね。まあそう考えないとその上のくさ四百十三条の二の二項のあごめん言いやだちょっ間違えちゃったな四百十三条の二の第一項って言ってけどまあ二項ねえー、と五六七のま二項の組み合わせの出番がなくなっちゃいますよね。でそういうのを書いてあるのがあのこの中のところなんですよ。 一段落目の下のところ中のところだからこれで丸四にしてもらったわけねこれ最後に読むと話がつながると思いますだけでこの中のところを見ていきましょうか26ページのねこの一段落目の下のところ中ですこれをね丸四って形で 読むと413条の2第2項と536条2項全段の組み合わせにより処理されることが想定される事例としてはまあ抽象的にねまあ話になりますけど例えばその制限種類物をね売買の目的とするまあ取り立て債務の事案で売り主が準備と通知をしてまあ弁済を提供したけ,どけれどねえまあつまりそれで事業地帯になったけどでもまだあの分離がないからあの特定してないじゃないですか。 でその特定前にはやっぱそのね仏滅失で不能利己不能になってことあるんでこういう時に使われるんじゃないかなって話ですよねちょっと場面限定になりますけどね。 でも逆に言うとそれ以外のときは567条の2項のほうでまあ処理をまあしていけばまあいいんじゃないかという話になってきますね。まあ、矢島の促進部と講座のときまでねちょっとここの全体的に整えていきますけどね今日は申し訳ございません。<laughs> あのさっき、ね、ちょっと読んでて我、うん、ながら自分の書いた文章を分かりづらいなと思っちゃってね <laughs> あの今みたいにまあちょっとこう考えていくと、ね、あの読みやすいんじゃないかと思うので申し訳ございませんでした。<laughs> はいじゃあえー、とこのの後、ねえー、と最後じゃあ危険負担の話を軽く やって終わりにしますちょっとページ飛びますが30ページのところね、ね今日危険負担の話ほら結構してるじゃないですか。なので、まあ、30ページのところで最後まとめてで特にあの今予備試験の直前期なんでね、まあ、通学で今ライブで、ね、来ている方とかねあの配信すぐ見られてる方ねちょうど予備試験の直前、まあ、試験終わった後なので試験の受験生ちょっと気が抜けてるかもしれないけどね <laughs> 予備試験の受験生はこう今めちゃくちゃ気合い入ってますからねそこであのちょっと気合い入ってる受験生にこれちょっと覚えていてもらおう。えー、30ページのところですが え危険負担、矢印のところですが、総務契約においてえ対価関係に立つね一方の債務、売買契約なんかあのちょっとね想定してもらえればと思いますが、総務契約において対価関係に立つ一方の債務が履行不能になった場合、物の引き渡し債務ね、売買で言えばね、それが原始的不能、契約締結前からもともと不能なのか、後発的な不能、契約締結後にまあ不能になったかは関係なしにですね、その債務の債権者は事故が債務者に対してを反対債務の履行を拒絶することができるかというのが、これが危険負担の問題ね。 ま、当事者間でまぶ、あ、つの引き渡し債務も不能になっちゃったんだけど、その反対債務のね。代金引き渡し債務。そこはどうなっちゃうのかっていうのが、それがあの危険負担のまあ問題ですね。そのブのメスの危険をどっちが負うのか、債権者が負うのか、飼い主が負うのかっていうのが、それが危険負担の問題になります。で、この名お、書きのところね。あのさっきちょっと先説明しちゃったんだけど、危険負担の場面ではね。あの履行不能になった債務を基準に、あの債権者債務者っていう風にあの？ 名前をつけていきますそのね、えー、不能の危険をどっちが負うのか債権者がその危険を、えー、その履行不能のね面接の危険を負うのか債務者が負うのかこれは履行不能になった債務の基準に考えましてでさっき言ったう売買の場合はあの代金の,あの引き出し 支払い債務個人的にはさもうなんか、ね、経済能力がないから払えないから利口不能だっていうのは言うかもしれないけどそれは法的に評価した時に単にあの利口を滞しているだけだっていうふうに評価されちゃうんで、まあ、売買の場面であの利口不能になるのは常にあの売買契約に基づく財産権移転義務としての目的物引き渡し義務だけにあのなりますんでね、えー、まあとにかく物の引き渡し義務だけだって話になってきます。さてで 効果を最後まとめて終わりにしますと32ページのところをご覧くださいこれ原則論と危険負担の原則論、ね、と33ページに例外論があるんですけど32ページが原則論で33ページに例外論で3つあるんですよ。でこれが何もない 状態で頭の中からパッパッパって出てきたらかなり頼もしい論文試験に合格できるチャンスはあるとえー、でも出てこないとねちょっとまだ体系的にこう事例うまく処理できない証拠だからちゃんとよく復習してくださいという話ですねじゃあ最後にこれ確認して終わりにします32ページのところで、えー、括弧1の矢印のところですが 536条1項はね、まあ、散々今日何回も言ってますけど、当事者、相互のせめりクすることができない自由によって債務を履行することができなくなったときはね、債、ま、権、あ、者は反対給付の履行を拒むことができると、だから、物のね引き渡しも受けてないのに代金払わなければいけないというのは公平じゃないから、その代金の支払いを拒絶できるんだっていうね、まあ、それがまず原則論になってきます、今日何回かお話してますんで、もうこれぐらいにしておきましょう、これ536条1項ねで、その例外が3つありまして、33ページのところですねで、これをちゃんと頭の中に入れといてね、何もない状態でパっパて出てきたら、かなり頼もしいですね、皆さんね。で かっこ2の矢印のところですが、例外的に債権者が反対債務の履行を拒絶できない場合がありますね。通常は履行拒絶ができるんですけどね。物を。 引き渡し受けてなければね、代金の支払い債務を拒絶できるんですけど、それが拒絶できない時があります。その拒絶できない場合の例外丸一としては、ほら。これ債権者の奇跡中による履行不能、今日もう何回も出てきてるやつ、これね。ね、さすがにその物の名室がさ、債権者のせい、まあ売買の場合だったら目的物引き渡し債務の債権者ですから、買い主ってことになりますけど。まあ物の引き渡しが買い主のせいで,できないので、それで買い主が代金支払い。義務をね、拒めるって絶対おかしいですから。まあそういう時は拒めませんよという話ですよね。それが例外丸一です。そして例外丸二が、の先ほどご。 債権者の受領地帯中の履行不能この時もやっぱり債権者はその反対給付を拒むことができませんでこの例外丸に関しては1段落目と直書きのところの2段落目とがありましてでこれはあのさっきご紹介したとおりあの条文の,あの使いようね1段落目のところは413条の2の第2項と536条の2項前段の組み合わせでありまして、まあ、要はだから種類物債権が特定前にあの不能になったちょっとごく限られた場合にしか多分使いようがないと思うんだけど、まあ、そこの話で。 直書きのところは多分こっちの方がむしろ使う場面多いんじゃないかと思うんだけどね <laughs> あの特定物売買とかさ、まあ、種類物売買であの特定後にねあのこう物を失出受領地帯中に物を失出しちゃう場合ですよねでそういう時にやっぱその受領地帯している債権者が物の捏出の危険をね負担するべきですからあそういう点でその反対債務を拒めないと、ね、物は引き渡しを受けられないけど代金支払い債務はまあ免られませんよという感じになってきますね。 というわけで、だ一番最後のところだ、例外丸さん、これ今日初めてする話になります。これちょっと場面限定なんですけど、目的物の引き渡し後の名室です。逆に言うと、その上の例外丸1と丸2は、あの引き渡し前の名室なんですよね。で、この引き渡し後の名室ってことで、えー、ちょっと中身読んでいきますと。 売買の目的として特定した物については売り主が買い主に目的物の引き渡しをした後にね当時双方の帰省基準によらずに目的物が滅出損傷した場合は滅出等の危険はこれ買い主が負うのが公平だということで,、ね、でこれあの適用場面としては代金未払いの時じゃないとこれ、ね、出す実績がないので、えー、まあ物の引き渡しが先にされて、まあ、代金未払いですとじゃあ皆さんがなんか物買ったとしますよ、で皆さん物買って物の引き渡しも受けた後にでも代金の謝礼期日がまだ来てないから代金払ってないんですよ、皆さんがね。 で、その代金払う前に、その皆さんの元で物が滅失したら、その滅しも皆さんが追っていいんじゃないですか。って話でそういった当たり前のことをルール化してくれているのが、この例外丸3ってことでまあ、567条1項括弧書きにね、えー、のところね。まあ、567条1項全体的にそういうところがあの書かれているって言う話になってきますね。まあ、本来こういう規定がなかったら今みたいにさ。自分で対立利益を抽出して。 でここで妥当な結論を導くためにはじゃあどういうルールを設定すればいいんだろうか、まあ、どういう法規違反を設定すればいいんだろうかということを考えないといけないんだけど、まあ、最初から今、ね、ありがたいですよね再建法改正によって567条1項であのそういうことを明文化してくれてるんで、まあ、あのちょっと楽になってるんですよね。というわけで今日の,あの再建法で、ね、今日は、まあ、体系チェック講義ということでちょっと体系的な話したかったんですけど、まあ、こう法規違反というのは常に、ね、この価値判断というのがあって。 対立利益を適切にまあ調整するためのまあツールなんだっていうところね。で、これは別に債権法に限らず、もう全ての科目がそうですから、あの憲法も含めてね。まあ、そういうのをちょっと意識しながら勉強すると最近の試験傾向ね。予備試験でも司法試験でも最近頭使わせる問題やったら出てきてますからまあ、そういうところにあの対応できるんじゃないかってに思いますね。じゃ、そんな感じで今回の講義終わりにします。まあ、復習頑張ってください。